美味しい。芦別のお米、よろしくお願いします。フレーバーよろしく。はい、始まりました。はい、始まりよしこチャンネルです。はい、さて今日はどうですか。今日鹿児島。鹿児島はやっぱり吉本はロッテのね、コーチの時からそうね、薩摩仙台とか、ね、こっちの鴨池はロッテの時来てるから、はいはいはい、ちょっとね、駅降りた瞬間ね、体が重たくなったの言いましたよね、なんか 重くなってきたの重くなってきた、キャンプ思い出すもうそういう面ではなるほど、はい、まあこの辺でね、町にもだいぶお世話になってましたよね。なったらいいですよ、僕は。おー、ということで、はい、今日の鹿児島といえば、はい、っていう鹿児島といえばっていう感じじゃないんでしょうが、吉彦さんがいつもスイッチヒッターではこいつだっていつも言われる方ですよ ね。やっと夢の西郷どんか、ああ西郷さんもやっぱスイッチだったんでしょうかね。スイッチやろ、ね、多分ね。あと高島フェリーの長渕剛ね、うん、スイッチでしょうかね。スイッチやつそんなことはないということで、はい、ご紹介ください。今日は松原ひろみくんです。よろしくお願いします。せーの、本日のよろぴこ。コロナに負けないプレイヤーよろぴこ。これね、お土産。これは焼き鯖高菜、はい、福岡にうちの会社がありまして、はいはいはい、空港と駅の博多駅の真ん中ぐらいにあるんですけど、ええ、でそこにですね、いつも我々の行きつけの居酒屋がありまして、はいはい、我々 YouTube 専用でですね、ええ、作っていただいております。あ、そうなんですか。ぜひお土産にパスタでも何でも合いますんで、じゃあうちもちょっと公開しましょうか。うちはですね、たつけ商店っていう、はい、部門も持っているんですね。こういう鶏飯の素っていうのがあってですね、これをご飯に入れて炊くだけでもう炊き込みご飯ができるという。これに鹿児島、そうです、鹿児島の伊佐前でですね、これちょっとやってるんですよ。で、これを今ですね、鹿児島は結構子ども食堂っていうのが多くてですね、はい、うちはもうそこにもう300食ぐらい提供させていただいてるんですよ。素晴らしいですね。え、これ3、え2号サイズか。で、これでこれを入れて、もうこれを釜の中に入れて、水入れて、スイッチ入れたらもうこれが出来上がります。鶏飯。出来上がります。最後に2枚。お持ちしてますので。はい、番組でちょっと1回、作これで、はい、出したいと思います。ありがとうございます。こちらもありがとうございます。いや、だから、結局、スイッチをね、やったじゃないですか。はい、高橋さんもね、でね、はい、私が現役の時にパリーグでしょ。はい、でね、セ・リーグの高橋、パ・リーグの松坂っていうぐらいによく練習するって、私は自分では練習したと思ってるんだけど、よく練習するっていうのは必ず2人があるんですよ。セ、ね、では高橋、パでは松坂、でもそのぐらいに集中してやったらね、これは1ヶ月ぐらいでできます。で、俺はいつも思うけどさ、スイッチってみんなすごいって言うやん、うん、誰でもできるよ。できます、できます。ほら、本気になればできます。本気になればそこない。まずちょっといいですか。ええ、ちょっと長いようですね長いのちょっとよろしいですよね、はい、まずですね、松永ひろみさんから見た高橋義彦っていう人間ってどんな感じでした。ね、はい、まずやっぱりこう噂っていうのはやっぱりこう、はい、リーグは違って噂はやっぱ入ってくるわけですよ、はい、よく練習するぞーって、お前と同じぐらい練習するらしいぞって言うから、俺と同じぐらい練習って俺あんまりしてるってイメージないので、はいはい、だけどよく名前は聞いてて、はい、でやっぱりあの時の赤ヘルの1番バッターじゃないですか、はい、でリードオフマンで1番で出て走って、はい、ね、やったっていうのはやっぱり私の中でこう野球選手って走攻守ってやっぱ3拍子揃ってないとね、どちらかというと認められないっていうのが結構あったんですよ。で、唯一セ・リーグで打って守って走ってっていうのは吉彦さんかなっていう感じでしたね。だからまあまあ同じようなタイプなんだなと思って、でそれからもう その時にはスイッチ入ってたんですよ、はい、でただやっぱり同じでは意味ないので、はい、でまあ左右でホームラン打てるようにっていうところのこう目指しをちょっとこう視点を変えてっていう。なるほど。逆に吉彦さんから見た松永さんって話したくないよいやいや話したくない。走攻守でゴールデングラブ取ってるし俺は取ってないじゃん。あのね、クイズで出てるんですよ。クイズで、あのなんかのクイズでこの中でゴールデングラブ取ってない人誰でしょう。バーッと取ってないじゃん。高橋さん取ってなかった
で調べたら取ってないんですよ。取ってないんですよね、趣味で。じゃあそうこうだけにしときますよ。主はやめておきます。ちょっとの主ちょっとの主主でも点がないぐらい表面以外はいいですよね。やかましい。だからなんだろう、こう YouTube 出てくれ、みんな昭和の方でいろんなスイッチが出てる、みんな取ってるんよ、ゴールデンクラブ。でもね、カープのブランドはね、やっぱちょっと怖さありました。私、2軍で経験してるじゃないですか。あ、すごいよ、すごかったろ。すごいですよ、もうね、土死んでましたよ。正面でさ、ね、正面入ってまた左取れる、取れんよな。怖くて。あ、やっぱり怖いんですね。で、私なんか特に内野やったことないじゃないですか。え、最初どこ？ピッチャーとか内野です。で、俺のピッチャーや。で、阪急が V3 やってる時に、うん、内野の年齢が平均が33以上だったんで、うん、これも若手で誰か次出さなきゃいけないということで、うん、私に名前を挙げたんですよ。で、その時は私ピッチャーとかやってるんで、お前内野できるかって、え、ないですか？プロで？そうですよ、プロ入ってからですよ。プロでもそうだったんですね。プロでもピッチャーとかや？そうです、一番最初、一番最初。そうなんだ。そうです、そうです。だから17で高校2年で辞めてるじゃないですか。そう、お前中退になったね。そう、だからピッチャーをやりながら。その中、なぜ中退になったの？だから、阪急から来たんですよ、誘いが。うん。で、前の監督が、私が高2の夏の前にもうクビだったんですよ。うん。で、その監督が1年の終わりぐらいに、お前プロ行くんだろっていう話からちょっとプロ意識しだしたんですよ、その監督から。で、その監督が夏の大会終わって、ちょうど柳川と決勝、準決勝で負けたんですよ、その時に、このメンバーで甲子園行けないのは指導者が悪いって言って、その監督がプッと区切られて行ったら、あれ監督いないみたいな感じです。で、どうしたって首になって、で、10月ぐらいに電話があって、実は阪急がお前を欲しいって言ってるんだけど、お前どうするっていうか。それ高校2年生ですよね。2年生で、その時に、いや、もう将来頑張ってプロ行きますって、はいはい、いや、来年からないよ、いや、監督、私高2ですよ、高2ですよ、そうですよね、高2ですよって言われて、はい、で、その電話で呼び出されて一緒に食事してる時にそれ言われて、はいはい、で、もう阪急はもう1月8日から球団職員として、まずお前も契約したいって言ってるから、はっ、はですよね、はっ。それからだから2ヶ月ぐらい考えました、どうしようか。ご両親はなんて言うの？いや、親がですね、はい、私小学校6年までサッカーやってたんですよ、はいはい、で、サッカーやってる時にチームの部長が中学校、高校、大分に行って、はい、そのまま新日鉄八幡に入る路線を私ルート持ってるんですけど、はい、息子さんいかがですかってスカウト来たんですよ、はい、うん、親が中学から下宿なんて、とんでもないっつって、はいはいはい、親が一回そう蹴ってるわけですよ、はい、で、中学行ったらサッカー部ないじゃないですか、はいはい、で、中1の夏から野球始めたんですよ。それは何式ですか？いや、クラブチーム部活です。あ、部活だ、はいはいはい。で、あの夏休み歩いてたら、こう1個上の人が、おい、野球でもやらない、なんかやってんのって。いや、何もやってないって。野球でやらないと、あ、まあまあ別に嫌いじゃないし、やってみるかみたいな感じですよ。で、それでそのまま入っていって、で、その前監督から言われて、その高校を辞めていくのかどうするのかって言って、親に相談したら、もう自分で決めろ。だから一回それがあって、はいはい、私がちょっと嫌な顔してたから、もう自分で決めろと。で、2ヶ月ぐらいずっと悩んで、うん、いやー、これ俺が学校行ってたら電車賃とか弁当代とかかかるし俺がこれで行って給料稼いでちょっとでも仕送りしたら、まあちょっと助かるんだろうなというところから、はいはい、ちょっといろいろ考えて、じゃあ12月の20日ぐらいにもう辞める、はい、もう行くっていう決断を2ヶ月ぐらいかかりましたよ。すごいですね。だからもう練習どこじゃないですよ、自分の中で一大決心なんで、はいはい、昔の人はさ、いたんよ。そうですよね、金がさ、だいぶ昔の人は。そうですよね。でもね、俺たちの年齢で、うん、高校中退はなかなかないな。あのね、私の後ろ、あの西武の伊藤もそうです。ああ、そうですよね。伊藤も、2年で辞めて、うん、西武に入って、はい、あいつは夜間に行ったんですよ、所沢に、はい、あの行くかって言って。で、私の場合はもう夜間に行くかったら、いや、いいです、もうそんなとこじゃないですよ、もう命かけてきてんで、学校行ってる暇ないです、もう行きます。で、ピッチャーと外野で入られた。そうです。だからピッチャーを30分バッティング、ピッチャー投げたら30分バッティングですよ。そうなの。だから倍ですよ、全部。ガンスと二刀流じゃないですか。もうそうです。スイッチが入ってるんで、ピッチャーとスイッチが3刀流。スイッチはさ、いつからやったの？だから、ですね、最初に内野になれって言われて、うん、内野に転向して、で、いつもカープと阪急で、うん、やってた。フロリダ行ってるじゃないですか。うん、あの時に、バッティングスイング終わって、山本和義さん、こう左でこうやってスイングこう、うん、あの反対スイングしてたら、和義さんが、お前、左綺麗だなって言われて、うちのコーチの住友さんに言って、帰ってきて、お前、ちょっと左打てよ。その流れがあるんですね。はっていう感じですよ。
あのね、カープはね、山本さんはね、誰見てもスイッチなんですよ。ああ、そうですよ、ね、俺がほら、カズルさんに当たってるから でしょ、みんなそうですよ。あと、ね、西村もそうない。そうでしょ、ロッテの西村も、はいはい、カズルさんが監督になった時に、はい、もうスイッチしてって言われて、向こうももっともっとしたのさ、あれ知り出し取ってるわけ。ほんでゴールデングラブ取ってるわけ。なんだお前は。だからね、みんなね、後から来るやつがみんなゴールデングラブ取って、ね、なんか知り出し取ってるわけ、ちょっと待ってって、俺一生懸命頑張ってたから何言ってなるわけ。ほんで中退したんだ。そうそう。で、もう1月8日からもう阪急の球団職員に入って、だから最初のキャンプの時は番号ないんですよ。あ、まだもう何も決まってないの、選手ではない。ないですからね。そうです。でそれで、まあ、あの球団ではあの背番号 なかったらかわいそうだし、何かポストを与えるということで、用具係っていうところに野呂瀬って書いてあったんですよ。この人が86番だったんですよ。でお前そこの部下だから87にしろって。87を、キャンプに入って3日4日ぐらい目に初めてつけてもらったんですよ。それまであの背番号ついてなかったんですよ。ファンがみんなスタンドから誰あの背番号ないの。そうなりますよね。そうですよ。だからもうあの恥も外部もなかったですよ。だからよくあの人間力の中でこう恥を知る力ってあるじゃないですか。恥をこう怖がる人はやっぱりうまくならない。だからもうその瞬間にもうあの恥ずかしい力がもうついてしまったんで、もう何言われてもどうってことないわみたいな感じです。もうね、小倉だし、てっきりですね、松永さんの雰囲気からして、まあ、とんでもないわからんかな。中に何人かいたもんな。中に悪いやつがいて、とんでもない中退したとんでもないやつで、中退してどっか行ったとかな。そうですね。あのね、私はね、基本的に乱闘は一度もやったことないです。で、なんとあるだろうね。ないですよ。あの時ね、あるやん。あの時はね、俺ね、俺が見たんですよ。ね、あれね、俺はね、鼻を押さえた。あのね、いや、あれはさすがにちょっとね、ひどかった、前日。だってね、2メートルぐらい前ですよ、ボーニシが。あれをね、120度の角度に曲がってきましたからね。あれはジューシー、こんな風にジューシーがないですね。でそれでね、もうね、1球目にこうピッチャーが入った瞬間にね、内野がみんな前進してきました。一番最初に来ますからね、俺。そうですね。でね、ジューシーが起き上がる時にね、鼻を持ってね、もうあの絶対起き上がらせない。その間に、ね、みんなボコボコボコやってね、で誰かがね、松原さんが下にいるよって言って、ね、そうそうそう。だって最終的にはジューシーと松永が2人いるだけやもん。それからみんなこうかぶっていくだけやから。松永さんにユニフォーム脱がすんだと言う話だ。いや、俺はズボンだけ、あのズボンだ。俺はもう腹だけ。腹と顔を押さえて、もう一切上がらせないんですよ。あの立たせないんですよ。なるほど。だからこうあの胸から下はもうほとんど一切知らない。団子状態だったもん、あの時ね。すごかった。あれ、ユニフォーム全部脱いで、スライパー1枚だけね。松永がさ、しがみついてね、スライパー行きまでとか、そうでさ、あと一瞬の時間でいろんなドラマがあるんですよね。あったね、なんかいろいろ。いやー、脇坂さんはね、行ったら危ないってこう松永さんに当たるみたいな。俺はもう一番下にいましたからね。で、くるって変わったら脇坂さんの頭が藤本監督にドーンと当たった。そうそうそう。あのでもあのね、あの時あの時ぐらいかな。でも基本的にはね、阪急からはね、乱闘は絶対に仕掛けるな、乱闘は止める方に入れって言われたんですよ。もうお前の代わりはいないから、怪我されたら困る。なるほどですね。っていう契約の時にいつも言われてたんで、だから私は基本的には乱闘ないんですよ。全部こう、すいません、すいませんって間に入る。俺と一緒じゃない。いや、暴れてましたから。暴れてましたからね。暴れてました。暴れ申し訳ない。暴れ申し訳ない。俺でも、あのさ、現役からずーっとさ、ロッテのコーチやるまでさ、うん、1回も退場なかったんや、で、1回だけ退場食らったんや、コーチでロッテの時に、里崎があの、そうっすね、誰にやられたんだから、ああ、誰かね、その時に、タフィーの時にもインコースガンガン行ってたわけですよね。そしたら、こう、足鳴らそりして、パッと砂かけられたんですよ。はい、かけられたな。で、起き上がって、あ、なんかこら、文句あるのか、こら、って言ったら、言ってたよ。それは言うよ、まあ、野球選手言うよ。なめろって言ったら、パンツされて、こけて、あの時
時ね、足が揃ってたのがダメだったね。あー、はい。で、こけて、馬乗りになれそうになれたから、下から蹴って、はい、で、ドワーン出てきて、揉み合いしてたら、吉彦さんが首絞められて、上になったの、はい、上になって俺、まあ、真っ先に言ってるけど、俺も、止めたら、だったんですけどね。たら、俺、あの、首絞められて、でかいやつ首絞められてさ、俺、押しそうになってたわけ。で、わーってなって、別れたわけよ。別れた瞬間、審判が、向こう、誰か退場になったんだな。あ、そう。で、今度、ロッテ側は高橋さんと、だから、え、ちょっと待ってって、うん、俺関係、俺、首絞められたやんか。最初に見ても、吉井君止めてるだけなんですけどね。真っ先に言ってたよ。あれね、やっぱりね、後ろでこう止められてる方はね、人から見たらね、ここが行ってるみたいな感じなのね、あれは。ほんでさ、審判がさ、うん、すいません、両裁判で吉井君、大丈夫でしょ、ちょっと待って、ちょっと待って、俺は首絞められると押しそうなんだ、やで、俺はって。で真っ先に行って、オラって言ってるけど、途中でカーンされて、ちょっと待ってって、はい、俺、その一回聞いてない、退場。そうですよね。だから、それしかないな。いや、基本的にはね、高橋さんもね、俺ね、よくね、昔の野球の映像見てるけど、あのなんかこう乱闘かかったらね、帰れ、はい。俺、言ってないよね。言ってない、帰れ。こう止め、真ん中入って、前蹴りはしてる。まあ、だからこう、うん、帰れって言ってる方で、私もね、こうやって帰れって言ってた時にね、同級生だったりね、あ、帰れって言ったらね、なんでこうって、なんか変な目で見たら、あの野郎、お前生意気なっちゃなんて、いくつあいつってパッて見たら同級生でした。で、次の日に言いたから謝ったんですよ。ごめんなって言ったら、多分、まず俺のこと知らないと思ったんだよねって言われた。痩せたね。痩せたというか、痩せなきゃいけない状況になったんですよ。お、何を？6年前に実はちょっとね、子供が小さい時に指先がしびれたり、うん、ちょっと腕が痛かったり、うん、背中がなんかジンジンしたり、うん、で野球塾やっとったじゃないですか、うんうん、もうね、教えられないんですよ、うん、立ってられないんですよ、うん、へー。でうちの妻にね、これ1ヶ月半ぐらいして見つかって、うん、どうしたのっていうところから病院に行って、うん、そうすると、まあ、難病して、何ていう病院？頸椎後十字靭帯骨化症って国指定68番かな。頸椎後十字靭帯骨化症、要は4番目の首の骨の周りが骨化になって、そこで神経が圧迫して末端までいかなくて、もう だるさ、きつさ、痛さ、もうそういうのが全部出てきて、でそれで一気に 93.3 まで太ったんですよ。はいはいはい。でそれで、まあ、手術しかなかったんですよ、うん、その治す、要は難病室ですから、うん、それをちょっと自分でこうネットでこう1ヶ月半バレる間にですね、ちょっといろいろネットでこう調べて、でいろんなことを検索して、お前がネットっておかしいし、でそこでたどり着いて、結局食事療法でやって、食事だけで改善したんですよ、うん、すごいですね。1ヶ月で。だから福岡の病院の整形外科はこれ画期的ですよって言われましたよ。だから、病院の先生には、転倒はしないでください、日常生活にって言われて、どうしてですかって聞いたら、もう一気に車椅子になりますよって言われて、首だからね、はいはいはい、もう今顔の一枚で神経つながってますからみたいな感じで言われて、それで、その後に4回転倒しました。無事です。何キロですか？ですね、93.3 から1回目が82、うん、でその後にもう一つ落として84まで落としたんですよ。でこの84に落とした時に、74の時、その時に周りの方に、あれは松永危ないよねと、あ絶対言われるよね、カーッて痩せて74。で今度74に下げたやつをもう一回82まで上げるんですよ、はい、これはもうその食事制限をしたので、はい、その後はもう好きなものを食べて、なるほど。でそこから戻す時に、その量が多ければ体がちょっとボーッとするし、うん、自分の体に受け付けない食材はもう胃が痛くなって、あこれはもうダメなんだなっていう、その食事のこう量と自分の体に必要なんじゃないものを全部こう色分けできて、それでも今はほとんど1日 1.5、 日曜日だから1食ぐらいです。さあそれではこれからダイエット番組に入ります。皆様これをお聞きください。松永ひろみ君のダイエット、93キロ、74キロ。でもどんなん食べた？俺もするんやけど、あのね、お肉だけです。あ、赤身。いや、赤身も脂身も全部。で、脂身もいいの？豚、鶏も全部です。牛も全部。牛も。お、で米は？いや、もう一切食べないです。
だから3日目ぐらいで禁断症状出ましたね。何のあのね、寝てるじゃないですか。ね、そしたらね、カレー好きなんですよ。はいはい。でね、カレーの匂いがするんですよ。で、ご飯食べてるんですよ、カレーを。ーカレーの味するんですよ。で、自分でダイエットして途中でこう食べながら気づくじゃないですか。はいはい、えっと思ったら、ね、はい、夢なんですよ。おもうね、この禁断症状がもう3日か、3日ぐらいね。奥さんがこう、作ってこう、横で食べてんじゃないのか。いや、あのね、鼻先でこうやって、そう聞いてみて、実はまた鼻先で食べられたよ。冷蔵庫の中の食材全部捨てましたよ。で、結局野菜類はもうキノコ類だけ。キノコ類だけ。キノコ類だけです。で、うちのやつがこの病名を知って、はい、本を買って、はい、まあ要はノゼロ糖分のもの、はい、食材を、うん、そうだね、糖分があんまり良くないって言うんです。でも、あんまり糖分取らすぎると脳の方がちょっと、あのね、これね、あのやってる最中にね、立ちくらみするんですよ。うん、そうでしょうね。で、でも書いてあるんですよ、はい、この立ちくらみは脳の書き換えをしてるんで別に栄養が不足してるわけではないと。なるほど。でそれを信じて、なるほど、それを信じて、はい、5、6回来たんですよ、はい、乗り越えました。おすごいね。いいですね。まあ、俺もやるけどさ、やりますよね。楽ですよ。行くだけ。あのね、落ちるのが早いです。寝るのが、気がついたら朝みたいな。あ、聞いてるのか、そっち、うん、そっちサイドですよね。な、冬でもさ、うん、寒いの OK や、うん、このぐらいの形は夏はギンギンに冷えてるわけよ、はいはいはい、この形は、ね、勘弁してくれ、ちょっと寒くねって。そりゃそうよね。このぐらいの方たちはみんなこう寒いちょうどいいわけだ。ちょっと聞いとけ、ハッとね。まあね、ほんとね、ストイックでしたよ。鹿児島で実際に同じ病名の病気の方いたんですよ、はい、でちょっとこう会って、はい、全くあの知らない方ですよ、はい、ただこうあの同じ病名で阪急にあの山下千春ってトレーニングコーチいたんですよ、うん、で彼鹿児島出身なんですよ、うん、でその彼の友人の方が同じ病気だったんですよ。へえ。それでもうその人は左手が痛くてこっからもう自分の息子にも切ってくれっていうぐらいにもう痛かったらしいんですよ。でもなんか静岡のなんか漢方かなんかで自分の症状言ったらその症状に合わせた漢方を作ってくれて、それで1年がかりでこの方は治したみたいです。で私は1ヶ月なんで。すごいですね。1ヶ月。で体がやっぱ悲鳴あげるやろ。そういう感じやったら。いやあの悲鳴あげるというよりも死を覚悟してたんで。どうってことだったんですよ。あ、首の。もうね、これひょっとしたらもう俺死ぬんじゃないかと思ってましたからね。それやったらもう何でもできるっていう感じで、もう思いっきりやったんですよ。死ぬ覚悟でバットを振りなさいって言いましたもんね。自分はね、バットはね、バットはね、一緒なんですね、やっぱり。聞いてるぞ、大打者。聞いてる、カットよ。聞いてるんだから。汗かさないで済むよ。それってあれですから、あのお二人が一緒に映画やられたダイヤモンドの後ですか。後です。でね、これがね、スイッチが入ったらもう全部わかるんですよ。野球塾やってる時に、投手コースで左ピッチャーが中学生が投げてる硬球がもろにこう当たったんですよ。多分それがスイッチです。それからなんかきついなきついなって言い出したんですよ。もうね、直接ですよ。でね、あの頭蓋骨でもなければ、ここでもなければ、ここでもないですよ。この何にもないところに当たったんですよ。当たったの。で、こう保護者に説明してたんですよ、うん、ドーンって当たったんですよ、いきなり。で、パッてやった瞬間にここプクッと腫れましたからね。へー。で、そのままちょっとあのその子がトラウマになったらいけないと思って、うん、そんな110キロぐらいのボールなんかどうってことないよ、鍛えてんだよ、あれはって言いながら、その子を無事にさせたら5分後ぐらいに気持ち悪くなってて、事務所に帰って悪い救急車呼んでくれって救急車呼んでもらったんですよ。まあ、それこの辺は危ないからないですよね。で救急車呼んでもらったら病院の先生が「いやー」って言ってから「これ危ないわ」って思ったんですよ、うん、そしたら「110キロですよね、高級ですよね、何、はい、ともないのが不思議です」って言われました。あ、まあまあそれはそうですよね、最初に。本当に、そうですよね。これはダイエット、そうですよ。でそれがきっかけなんですよ。で、あの自宅にこう4回まで上がっていく間に5回くらい休憩しないと上がれないんですよ、きつくて。なんでこんなきつくなったんだろうと思って。あとどこも悪くないの？あとどこも悪くないです。俺は膝が悪いからね、うん、あのね、膝も、あの、花粉症もあったんですよ、うん、実は、うん、花粉症が出なくなりました、このダイエット。もう、どれぐらい ?4年 ?4年か5年ぐらい。これから肉か、肉よ。で、肉も、肉かキノコですね。いや、肉もですよ、はい、タレあるじゃないですか、いろんなこう、うん、焼肉のタレとかね、うん、いろんなものが、うん、一切つかなかったんです。塩と醤油とポン酢だけです、はい、あれ、タレって結構糖分が高いからね。で、あの、納豆も食べるときに、うん、あの中に入るんだよ、醤油だけで、ああ、タレを使わないで、あれはもうどっちか言ったら、あれを一回つけて食べたんですよ、うん、もう
と思います。合わないんだ。あとこれはダメなんだ。まあ、なんか髪の色気にかれてますけど、今日のダイエット方法でした本出したら売れますよね。やっぱりこう子供の時見てた時からやっぱ松永さんって大御所のあれが漂ってますよね。いや、あのね、違うんですよ、大御所とはなくてチームの顔ってなってくるとやっぱ他球団に舐められたらいけないっていうね、はいはいはい、そういうね、でこれはねもう小さい時からもね自分の考えですかね、だからね小さい時にね俺スポーツ良かったんですよ、はい、頭いいやついたんですよ、はい、で俺はスポーツでここら辺の周りの学校よりも一番になるからお前ここら辺の学校の一番になれよと、はいはい、そうしたらうちの一番あの運動の鈍いやつは他の学校よりも上やと、はいはいはい、っていうような感覚はずっと昔からあったんですよ、だから自分の半球になった時に、はい、もう一番上でいる限りは舐められたりかっていうのがやっぱあって、でも最初入った時よ両方大体な、はい、そういう形でな、はい、あの時の阪急の連中ってさ、ね、俺も気持ちは分かるよ。確かにね。確かに。え、ちょっと待って、ここ来た場所違うやろって。ここ本当に、本当にプロ野球界っていう感じじゃないわ。なんかね、違う匂いがして。そうですよね。特に阪急とか。で、阪急得意しそうだったら、まあカープもそうだったけど、パリーグとセリーグってあの頃もっとひどくて、まだセントラルはあの放送があったのがあって、でパリーグってなんだろう、もう別世界でお前たち関係ないで野球やっとけってぐらいのパリーグだったから、かわいそうで、だからそういう面ではちょっとエグい人がおったよね。一回ね移動するときに新大阪でこう上がっていくでしょ、パッと上がった瞬間にねすごいのがいると思ってね目をそらしてこう言ってたらね、なんで挨拶しないんだよって言われたらね、うちの先輩でしたもう見た瞬間にね、あ、やばい逃げようって思った人がで、こっち行ったらまたやばいと思ったら全部先輩でした、周りですよね、周りあっちこっちにいましたからね、あなー結構待ってんじゃないですか。えで、阪急とはさ、結構仲良かったんだよな。そう、あのね、ユニフォームがね、ちょっと似てたんですよ、ビジターのユニフォームが。俺昔ね、はい、品川で泊まってるじゃないですか、同じカープも、そうそうそう、で、こうバス2台止まってるんですよ、はい、で、2台止まって知らずにこう新聞見ながらこう言ってたらね、もうブルーが見えたから、はい、ピュッて乗って行って、はい、ポッと座って、おならってペッツを取ったら木村さんに、おー、今日あの神宮にお手伝いかって言われて、パッと、すいません、カープのバスでしたってびっくりしました、カープのバス乗り込んでましたそれぐらい似てましたよね。似てた ね, ね。で、みんな仲良かったしね。結局あの、最終オープン戦の最後の方が、大体もう調整がこう出来上がった時に、もう一回こうカープと当たるんですよ。そうだよね。大体これからシーズン入るとで、そこで大体こうカープの誰々と自分が対戦した時にこう、自分のペースが大体どんな感じかみたいなやつをね、全部こうカープの選手で測ったりしてましたよ。ああ、吉井言葉言いましたね。阪急の選手で測ってたって。そうそうそう。山本浩二さんは山田久志さんな。はいはいはい、はい。で、山田久志さんがまっすぐを打ち返せるかどうかっていう測ってた。もう本当もうあの開幕が始まる一番最後の試合ぐらいがカープなんですよ。で、あの時レギュラーってさ、1番やろ ?2 番やろ、で、2番が大熊さん行ったのかな。いや、大熊さんいないですよ、ミノダさん。あ、ミノダさん。あ、ミノダさんじゃない、弓岡が入ったのかな、うん、弓岡、ミノダ、ブーマ、松永が入ったんですよ、あーすごいメンバーよ。弓岡さん、弓岡さん、ミノダさん、ブーマ、松永さん、藤田さん、山本さん、福原さん、石見に入ってますよ。あ、ささ石見ではね、すごかったです、あいつね、B 型肝炎あ、知ってるんですよ、キャンプの時、一切やってないですよ、ほぼもうウォーキングですよね。あ、そうで首位打者だったよ。いや、首位打者というか、開幕してからいきなりね、4割5分でバカ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 って1回作って、なんか話してた、キャンプいらねえんじゃないのって。そう、だから、ね、キャンプっているのかみたいな。そうあいつ、B 型肝炎になって歩いてずっといるんですよ。でね、もう一つね、あいつが若い時にね、あいつ酒好きでしょ、石見で寮に入ってるのに、あのね、ちょっと寒いって言いながらね、トレーナーと一緒に病院行ったんですよ、で帰ってきて、トレーナーがいてね、こいつトレーナーがね、帰ってきてね、こうやって繰り返しが出るから、どうだったの石見ねとかね、信じられないんだよとか、何がとかね、栄養失調って言われた病院行って、寮に行って栄養失調そんなことあるんですか。だからお酒ばっかり飲んで、あと何も食べないから、で、あの半月板やったり、はい、やってるからもうほぼウォーキング状態だから、だからつまみ程度でいいんだよね、お腹空かないから。そうそう。で、風邪ひいたって体調が悪い、なんか体が寒いって言って病院行って、トレーナーと一緒に帰ってきたら、トレーナーが首かしげなって、なんで病院で食事面もちゃんとやってるはずなのに、病名栄養失調です。栄養失調って言って。
阪急ってね、本当ね、あの豪華やつが多かったよね。いやちょっとね、もうね、ちょっとね、異常な世界でした。でね、プレーも異常な世界でした。はいはい、そうだよね、阪急ったらね。最初のね、ワンクールって、キャンプのワンクール4日間、僕ら2軍だからお手伝いするじゃないですか。ゲージからボール出ないんですよ、バッティングが。いや、プロの一部ってこんなもんかと思ったんですよ。はいはい、思いますよね。でも私も足には自信あるじゃないですか。で、外野守ってフライトの時って、なんやこんなもんって取ったんですよ。はい、3クル目ぐらいから、カーンって出たーって、ドンとか、え、何って言って、パッて見たら、もう打球の勢いが。で、T がだんだん体出てきて、T の打ち方見てたら、とんでもないチーム入ったなと、これすごいわと思ったんですよ。松坂さんでそう思うんですね。いや、もうとにかくみんなすごかったですよ。日本一、日本一、日本一、そうですよね。すごかったですよ、強かったですよね。いや、1点やってもいいんだよ、2点やったって。残念を出てすぐ取れるからみたいな感じですよ。阪急はそんなチームだったね。で、私がちょうど守ってるサードが島谷さんじゃないですか。あ、島谷さんね。中日から来て、その年パリーグで打率第2位ですよ。島谷さん、はあ、いたいた。ほんで何にも教えてくれないじゃないですか。黙ってエラーしたら、うん、もう一回言って。昔の人はそうだよな。絶対教えないですよ、うん、今見ててさ、びっくりするよな、まあ確かにね、技術的に教えたりとか、一緒にキャンパーの自主トレやったりとか、ね、で、こうだこうだ、投げるボールこうだとか、グラブの使いこうだって、はい、いやいやいや、ボール受けとけよ。だから多分本当一番びっくりしたのは、坂本がね、はい、宮本に教わったじゃないですか。はいはい、教わりましたよね。合ってましたね、テレビ。もうあれ見た瞬間に、はい、はって、これジャイアンツのコーチ怒らないの？お前、俺を信用してないのって言われても、言われかねない、うん、まあそうですね、光景ですよ。今のコーチは違うみたいよ、立ち位置が。だから、まあ、技術提供っていうのもあるけど、やっぱなんだろう、ちょっとメジャーっぽくなってるから、お手伝い、手伝いとか、いわゆるその精神的なカバーとか、だから技術的なことを教えるもいるけど、逆にそういう、まあそういうのをこうカバーしていくっていうのが強いみたいよ。だから怒んないし問題にならないじゃん。普通問題になるやん、バッティングコーチがいたら。なりますどういうバッティングしたいになるやん。でもなんか今の流れを見てると、みんなそういう技術提供とか、お互いこう 横のあれが増えたよね。全くなかったよな、ね。まあ、今私ですよ、鹿児島のある企業のチームの GM と監督やってますよ、はいはいはい、選手には絶対にここで教えるやつは外漏らすなって言ってますよ。うーん、そうですよね。だから強くない経過ですね。だから、いや、っていうかプロとしてその球団と契約してて、その選手が違うところの契約者に情報を流すったら、これ情報漏洩ですからね。そこをちょっと考えたことあるのかなと思って。もう世界が違う今、ね、うん、変わってますよ、ね、だって俺ゴールデンクラブ取れてるからですよ。もう人工芝だし。人工芝だし。でも正面来ますからね。でもね、でも気持ちは分かるよ。取れない人はね、取れない人は、取ってない人はどんな状況になっても取ってないですよ。どういうこと言うんだよ。取れた人はどんな状況になっても取れてるんですよ。俺、何回だったかな、2回、3回、4回だったかな、これでぐらい。4回か。4回か。まあ、1回もらしいですか。残念でした。ひどいやろ。でもね、分かってくれるだろう。あそこ。まあ、皆さん言いますね、石毛さん、石野誰しか、みんな大変だったなって言われますよね。恐怖感を感じた。立ってる時点で。硬かったよね。人工芝が硬かったもんね。ボコって吠えるんですよ。見たいですね。いや、そーっと言ってるのに、もう分かってるじゃないですか。もう、パッていくって。で、そーっと言ってるのにボコっていくんですよ。このぐらい吠えるんですよ。一気に。で、そこを鳴らしていったらまたガタガタになるし、はい、まあ、これイレイラするなと思って。私はその他の人の内野の守備の取り方とちょっと違うんですよ、野球技術が、はいはい、で何が違うかって言ったら、ボールで一番いいところってこのショートバウンドで取れたところじゃないですか、はい、ここが信用できなくて、これが怖くて、あ、そうね、分かる分かる、ここが、はい、で
取り方変えたんです。どんなふうにされる。いやだから私の場合は普通はこうみんなこう動きながら流れで取るってあるじゃないですか、はいはい、私は止まって上がってだからここで取るんではなくて1個前2個前のバウンドで決定してそこから上がってきたやつを下から入っていってこう膝でこうボールをこうちょっとこうくる形です。だから足もこうならないしつま先も上がらないし、はい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 、あそういうことね。だから両足がきっちりいってどっちに転んでもいいようにこう必ず足裏がつくんですよ。である選手がいい選手は必ずつま先上がってますって言った時にいや俺下手なんだなと思いましたね。言ってましたよ思いっきり。YouTube、いや俺らほらその話ついていけないんだよ。分かんないんですか。ついていけないんだよ。それ分かったとしてもさ今今頃遅いんだよ。だからこう上から降りるやつを下から取るときにこういう意識でいってるからショートバンドになっても怖くないですよ。でもショートバンドで取れって言ったらここが怖くて。そうですね、昔それを体で止めるって言ってましたよね。まあ、あの体で止めるっていうのは絶対大事なことですよ、はい、あのよくあの少年野球の時にピッチャーやったことある子にあの質問するじゃないですか、はい、で自分で打ち取ったと思ったやつがポロッとエラーされたらどうするって言ったらえって思いますって、うん、そうだよね、うん、だから野手って信用で体でまず一回止めてアウトすることを覚えないとダメだよねっていう話はします、うん、だからよく体をこう避けてって言うけど、はい、あんなのはもうトッププロのやるだけでアマチュアではあれはやっぱりちょっとやらない方がいいですね、うん、俺はずっとええって思わせたから多分嘘と思えた。よっしゃーと思ったらプロだった。俺の場合は分からん。ピッチャーがさまず投げてショートをパッて見て取ったかと思ったらよしどっかでやるからね。絶対ねピッチャーね。でもねピッチャーもねカープのピッチャーもショートに打たせたらダメですよ。やっぱサードかセカンドで肩は強いから。そう。あとは金さんがサードやった時はちょっと渋谷に狭いんだよ。あの類線あの戦場は強いけど。あのね、だけどやっぱ足のある人はねやっぱ守備率って下がるんですよどうしても。で最近やっと守備範囲も、うんちょっとこう数値に入れるって。なってきたんですよ、はいはいはい、だから落合さんが昔三冠を取った時に私の動き半分じゃないですか、はいはい、それでもゴールデングラブですからね。そうですよね。で落合さん言いましたもん。いやあれでゴールデングラブですか。だから悪いって言われました。あ私の半分ぐらいですからね、うん、動きがですね、はい、俺もそういう人がよかった、うん、まあこう一回正面来たら横に出てあ横に出てこっぱってでもほらゴールデングラブは記者投票って言われてたじゃないですか。そうだよ、うん、そう記者でしょ。だから印象ですからね。印象悪かったの印象だからね。あの私がパリに行った時ね、はい、日本ハムの古谷さんって言ったんですよ、はい、あ古谷さんね。古谷さんがずっとゴールデングラブやってたんさん、うん、でこの方はサード戦弱いんですよ、はい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 、弱いからサード戦締めて三遊間を飛び込んで、はい、派手にやってゴールデングラブ取ったんですよ。なるほど、ね、で私がこれ同じことやったら、はい、やっぱ評価向こうじゃないですか、はい、あのイメージで、はい、だから私はサード線を開けてこっち行ってこっちをガーッと行ってこっちを見せてやったら、あのちょうど日本ハムの、 あの三塁コーチだった今さんがこれは古谷今年はゴールデングラブ取られたなって言いました。あだから全く逆のことやらないと。なるほどなるほど。だから同じことやっても意味ないですよ。だから高橋さんがもうスイッチやってて、はい、カーブみんなスイッチやってたじゃないですか。なりましたなりました、うん、当てていくのはやめよう。もう同じだからもう打つしかない。そうだと。ほぼね、ホームラン打ってるバッターやもんね。言われてましたよね。俺だから、言うよ、いつも。スイッチ、俺今ずっと見たスイッチの中で、ナンバーは松永、お前だってわけ。ありがとうございます。ナンバーワン。その時でも言われます。その雑誌の時にも、スイッチの話で吉彦さんに来てて、でちょっと YouTube 撮らせてくださいって向こうが。その時にもやっぱりこう松永が一番だって言われますし、あとは、前回企画でですね、吉彦さんの WBC 監督だったならば、はいはい、一番バッターで打順を組みたい、はいはい、ってなった時にやっぱり流行る松坂さん4番なんですよね。この時のちょっと VTR がありますので、ちょっと見ていただけたらと、はいはい、いやでもね、スイッチはね、意外とみんなね、できますもんね。できるのよ、うん、一番バッター系選んだ、うん、あれないの、これ歴代のサード、松坂ひろみ。松永ひろみさん、やっぱりあれですよね、推しですよね、いつもね。いや、スイッチヒーターナンバーワンと思う。4番、はい、これ誰入ってもいいんだけどな。ひろみですよね。松永ひろみ。おなるほど。態度悪いの、ね、こんな態度ですよ。柴田さんにもよく言われました。あ
イベントで会った時に、うん、松は今両方でまだ打てるの、打てますよって言ったら、俺も左打てないんだよ。あ、これ面白い数字が出てる。出てます。いや実はですね、スイッチヒッターの方で左の方が打率がいいのが2人だけだから、はいはい、吉彦さんと松坂さん。そう、私左打席では通算3割だったんですよ。しちゃいましたっけ。右で27は何倍だったかな。対左28.4。そうですよね、うん、これで対右バッターが3割ですもんね。だから左打ってる、左打ってる3割やね。高橋さんが284ですもんね。284じゃないですか。私3割ですよ。もっとすんだこれで。ちょっと待って、欲しいのアンダース1904本。ええ、あのね、じゃあこれね、高橋さんもそうですよ。だって高橋さんも 1800でしょ、うん、今143試合じゃないですか、うん、僕の時純粋に130試合ですよ、ね、そうだね。だから今の選手が2000本打っても2000本の価値はないです。2300本ぐらい打たれたんです。なるほど、うん、俺はね、一つね、引っかかったとこはこう打てないとこだ。大体打てないやつのね、こう見てると正確に何がある。どこですか。俺たち正確に、いや俺たち先方に達してない、達してない。1904本やろ、1826やろ、柴田さん2000打ってるやろ、それで金城っていうやん、1648やろ、松井和穂も長くやってるからさ、他にこうギリギリの2000本いってない選手が多いよ。こう見てる、名前見てるとどっかね、ちょっとね、正確に何あるか。ちょっと変わりましたけど、平均のこと言うだけ、結構、それはもうちょっと言い過ぎて、いろいろこう、2000円で打てんかったりとか、一緒。黙っとけいいのに、いや、本当思うんですけど、もう今はもう遅いんですけど、でもちょっと冷静になった、あの時黙ったら2000円も楽勝だなとか、はいはい、ちょっとこうキャリア進めたなとか思いますね。何本打ったの、1834。おー、近い近い近い、マジで近い近い。何割というよりもね、ちょっとこう特色が個々がすごくあれ強いですよね。でも俺たちでそれでよかったもんな。いやいや、でも子供たちから大人気だったじゃないですか。そうでいいんです。やっぱりそういう方たちって、それでいいんです。意外に2000本売ってないですよね。売ってないです。はい、これは、まあまあ試合数もあるでしょうけども、うん、まあ、あの当時やっぱりこういろいろとね、人間模様があるんですよ。だからもう私と高橋さんとかっていうのはね、はい、まあまあまあポンってやられても仕方ないなって。ほんまも俺ももうで、私もう自分の YouTube で言ってますけど、はい、私は、ね、野球界友達いないので、あんまり気にしないですよ。あんまり必要ないので、友達だからって影響何もないですよ。よりもやっぱ身近にいる、一般でこう中にいる方の方がもう全然いいです。もう別に野球界で友達いらないですよ。でも俺ね、ほんともう長いもんには巻かれろ、ね、いや私は巻かれません。今考えればね、それで何沈黙は禁ないとかさ、ね、いろんなことあざかるやん。あ、昔はちょっとちゃんとそういうこと分かってたんだなと、でもそんな制服じゃないもんな。それはでもやっぱありますよ。これはあえて名前は言いませんけど、私こう、まあ、あるチームいた時に野手の若手からこう、はい、いろいろとこう契約の時に相談されるんですよ、うん、はいはい、やっぱこうついついこう この後輩のためにこう言うじゃないですか、はいはい、うるさいですよ。で言わない、相談を受けて、はい、選手からは受けが悪いけど、はい、上からは受け意思といるんですよ、何も言わないので、はい、あ、確かにそういう人いますよね。まあ、だからどっちが後ろ指刺されないかって言ったら、多分私は刺されないので、うん、だからもう別に刺されても友達いられるって。生き方ですからね。だから基本的にはですよ、はい、私も YouTube やってますけど、はい、コラボなんか失敗したんですよ、はい、全部断りました。なんでですか。あのね、やっぱ同じスイッチじゃないですか、はいはい、でスイッチで、まあスイッチの話はスイッチの人しかわからないから、右で打ってる人、左で打ってる人だけはわからないですよ。わからんね。わからないです、全然わからないです。でもいつも思うんだけどさ、よくさ2プラスの制服人とかも、左ピッチャーって右バッター、ちょっと待ってて、それを特殊技能を持ってないと全部やられますよっていうところあるやん。だから俺たちスイッチって特殊技能を持ってるんだよな、はい、全部入ってくるボールをどうやって打たないといけないと、はいはいはい、その逃げるボールもあるんで、はいはい、だから絶対にそのあるんで、はい、それを左ピッチャー右バッターが打ちやすいと思ってる人が多すぎれば、はい、まあ確かにですね、右ピッチャーが ね面白くてね、私現役終わった時にどっかの雑誌かなんかで、はい、左対左打者、左対右打者、どちらが打率高いですかって聞かれたことあるんですよ、はいはい、即答ですよ、左打者ですよ、はい、って言ったらね、
って言われました、うん、え、野村さん右って言いましたよ、あ、スイッチやってないんで分かんないですよ、吉井子さんも言いますもんね、同じことね、そうそう、ね、左対左の方が打ちやすくなりますもんね、うん、で作られた方が松は別だけど、俺は作られたって自分で思ってるやん、そうするとガが出ない、あ、右だとガが出るからどうしてもグッといったりするわけよ、だから左の方がで、ガが出ない代わりにその山内さんに教わって技術を教わったら飛ぶようになったけど、だから変なことをしない、うん、なるほど、で正玉にしたけど左で振れんつやないつ、まあ、振れない、あ、左で打てないです、私は俺は左の方がいい、どっちでもいけます、あ、だからイベント行った時柴さんが来て、そのさっきのお話で左打てないんだよ俺も、言われます、だからずっと右で立ってますよ、でも俺で普通にこの間も打てるやん、両方打てるんで、うん、違います、練習なんですよ、練習違います、柴田さん失敗したのは、箸で豆をこうやって掴んで練習した、あれがダメだった、バットでやれよって、俺左で何かやろうと思ったことないね、もうバットを振っときゃいいと思ったんで、私はね、あの箸は持ちましたよ、左でとりあえずご飯食べてたんですよ、はいはいはい、来たやりました、でやっぱりこっちの手がどうしてもこう強いんですよ、右で打つときはなので、どうしてもこうガーってきて、あ、こっちが強いので、こっちがこう感覚がならないので、ちょっと練習してやりましたね、であと、ね、こっちの手をこう動かすこと一生懸命やりました、だからこう寮に帰ってこう部屋にいてこう自分でこう構えてこう俺にストライクゾーンだったら、インコースインコースインコース低め低めアウトコースアウトコース、そうなんだ、もうずっと部屋でこうやって動かしてやってました、全くなかった、だからあのね、面白かったのが前ね、あるその YouTube のやつで西岡と屋敷さんと3人で、スイッチが1週間出てきたって言うんですよ、スイッチが、はぁみたいな、誰ですか、だから西岡と屋敷さんが1ヶ月とか1週間出てきたって言うんですよ、私こうここに投げられた瞬間にどっちを受けていいか分かりました、ここら辺が落ちた時、こうやって来た時にこうなりますよね、もうこんなのあったんですよ、ただね1週間できたってわけ、1週間のスイッチができた、ただね、アマチュアでやってたからですよ、僕らもプロの世界でやりたんじゃないですか、球も速いし、そうですね、でね、こう構えたらね、シュッと来た瞬間にフッてどっちに逃げていいか分かんないですよ、だからそっちの2人は年が違うんで、俺たちってさ左で振ったことないやん、ないないない、1回もないよ、でも今の子たちっていうのは体のバランスを、あの戻すっていうんで逆振りもさすわけ、あのね、逆振りはやったことありますよ、やれって言われて、プロ入ってプロ入ってからやろ、プロ入ってからで、アマチュアの時ないよ、うん、だってアマチュアの時はバントもしたこともなければ、ヒッテンドラムもなければ、いつもホームラン打てって言われて、そう、俺も一応4番だし、で盗塁もしたことないよ、守備どこなんですか、ピッチャ ー, あー、まあ、ピッチャーだからショートね、仕方ないですよね、ゴールデングラブ、いやいや、トゲじゃない、今日やっぱり喋りがすごいのは分かってますよ、トゲがあるの、トゲないんですよ、いや、それだけ、それだけバッティング33試合連続なんですよ、せーの、本日のよろっこ、はるか最高、プレーボール、よろっこトゲだ、今日やっぱり喋りがすごいのは分かってますよ、すごいトゲがあるの、トゲないんですよ、いや、それだけ、それだけバッティング33試合連続なんですよ、いやいや、騙されへん、騙されへん、足上げてこうやってるじゃないですか、騙されへんだけど、時代がついてもね、まあ、あまりいい か悪いかどうかわからないけど、あのゴールデングラブ取ってない人、この中誰ですかって名前出てくるだけでもまだありがたいですよ、いや、それすごい嫌なこと、嫌なことやろ、出てこないやつもいいやつ、いやいや、嫌なことや、俺なんかいまだにまだ阪神の上でお前この野郎ってまだいまだに来ますよ23年経ってる時に一回で、ね、面白かったのがね来たんですよ、そのなんか奈良県の人が、ね、でこの野郎、お前が裏切ったお前が言うなって言ってて、ね、その FA かなんかの時ですよ、はいはいはい、だ返したんですよ、はいはい、そうですよね、はい、僕は言う権利ないですよね、はい、そうだよお前、どうたらこうたらだ、そうですよね、でバイカーってそう思いますよねって言ったら、ずっとそういうこう大向かいしてやり取りやってたら、はい、最終的にあんたいい人やねってだからあのコメントも皆さんなんか今いろんなネットでこう誹謗中傷とかなんかコメントしてる、気にすることないんですよ、そうですね、私はわざわざね、嫌だったら見なきゃいいのに、まあそうですね、見て
感想まで書いてくれるわー、これわざわざ時間使ってくれたんやって。一人いた同じような方の、あ、里崎。あ、里崎里崎さんもその流れです。はあ、もう全く同じようなことで、あ、もうそれだね、炎上しましょう、炎上しましょうって。いやだって、いやなんで、いやだって俺弱虫なんで、そういうとこは。あ、コメント気にする方だから見ないの。あ、なんか、あ、でもね、コメント見ないってのも正解ですよ。あのね、それはね、ほら自分がそういう心でいるから、うん、見たら嫌だって分かるでしょ。危険察知能力がすごいですよ。あ見たらやばいって、この動画は。いや見たらやばい。そう待って、それ褒めてないよ。いや褒め言葉じゃないですか。危険察知能力って大事なことですよ。大切ですよね。大切ですよ、危険察知能力って。それをだってこの YouTube 危険察知でやめなかったと思ってた。最高ですよね。だからね、前ね、昔一回ね、話したときに、はい、高橋さん、左から急に右にピッチャー変わって変わるのと、右から左に急に変わるってどっち嫌ですかって聞いたことあります。ああ、どうですか。これさ、左から、左から右に変わるのが嫌だったんですよ、俺。ああ、だからバッターはピッチャーですか。だから右ピッチャー来てて、急に左来て、はい、急に、っていうのが。ああ、どうだったんですか。俺結構あったんですよ、その考えてなかったね。いや今考えてみたらどうですかって。ありました、そのタイミング。いや、急にはないと思う。試合の中の中で左ピッチャー。いやだからその一番最初の中で、そう、じゃあバッターボックス入る前にピッチャー交代させられるんですよ。それはないもん。俺左で言ってたら急に左ピッチャーが来たら、あ、左か、右ですね、右こうやったよね、みたいな。それでずっと右行ったら、私の前で右ピッチャー来るから、左はこうか、みたいな。あ、それないよ。結構あるんですよ、私の前で、その、ね、対戦するところで右から左と、左から右に変えさせられたんですよ、はいはい。どっかで俺、二重人格持ってたから、うん、右と左っていうのは、人格的に違ったから、打ち方違うでしょ。違う、私も違いますもん、だから人格違うんよ、うん。だからバットもやっぱ変わるんですか。俺は違った。バットは変えました。最初は一緒だったけど、だんだんこうちょっと変わってきたね。左の時はこう対角式で、右の時は普通の。はいはいはい、普通の。やっぱそうなんですね、うん、松永さんもね。それはね、うん、完璧のスイッチで完璧な守備したよ。ほんで、両打ちのホームラン何回？6回オープン戦で8回目。すごいですね。打ってますよね。打ってます。何回ですか。1回ですか。お疲れ様でした。1回だともう多分今試合、私1試合で最多数打ったのが、はい、当時ね、日本ハムでね、プレーオフの時に、はい、工藤っていうピッチャーがいて、うん、工藤 ね、うん、あれが日本ハムでサイド数で、うん、あれ同級生なんですよ。いいピッチャー、ね、あれがね、6巻か7巻ぐらいをやった年に、そいつから左でドーンとホームラン打って、はい、で、8回の裏にエナスさんからドーンとバックする。これが一番最初です。だ、一番最初に打ったピッチャー両方とも良かったですからね、はい、工藤、エナスですから。すごいっすね。誰ですか。覚えてないっすか。で、後からはね、あんま覚えてないですよ。誰打ったっけ。あ、そう、両方でホームラン打てると思ってないから、スタートが。あ、まあまあ、俺にホームラン打ったら最初ホームランだったら斉藤明夫さんや、隅球場で打ってホームランスコッと入ったわけよ。明夫さん一応バット持ってるんやから。それはスイッチやってすぐスイッチで初ホームラン左で、 あれから斉藤明夫さんかも。そうでしょ、うん、ね、私ね、ロッテのね、最初に5月10日に島谷さんが風邪いたっつってちょっと上がって、はい、で7番でスタートして、で3打席目にチャンスが回ってきて、うんうん、センター前ヒットったんですよ、はい、で4打席目にロッテの西田さんからホームランだったんですよ。西田さん、うん、それからアンダースロー何見てもね、気持ちがいいぐらい打てました。あるよね、どんだけ調子悪くても、あ、今日アンダースローや、調子が戻るみたいな。アンダースローってこうね、ビューって横から来てスッて沈むから。でもアンダースローって俺たちで昔結構いたから、よく先輩がそこを教えてくれたの、うん、アンダースローは斜め見たらかいよって、上から見とかんとボールがよく滑りするからって、
こうカーブが違うんだよ、はいはいはい、だから上から見とかんと捕まらんよっていうのは教わったことがある。私ね、あの2軍にスイッチやった時に中日に青山ってピッチャーしてます、ひょーっとした青山サイドストーク、うん、人がいて、でウエスタンリーグでこうやった時にインコースそんな球速くないんですよ、よっしゃーと思ってガーッと全部詰まるんですよ、なんで詰まるんだろうと思って、ね、って言ったら先輩がまずあの左でアンダースローの時は最初にあのスクエアに構えてたらどうしても手が向こうにあるからどうしてもクロスしたら入り気味になるから、そういう時はまずオープンにしてそこから思いっきりスクエアに入っていかないとインコースさばけないよって言われて、それからアンダースローはもうちょっと通常だったらまあこのぐらいじゃないですか、このぐらいオープンしてました、でちょうど入っていった時にこうスクエアに入る、なるほど、そうしたらインコースつまらないって、そしたら打ったらつまらないですよ、だからもうアンダースロー食ったらもうその形だったらもう何でもかんでもパッパッパッパちょっとしたコツがあるんだろうね、うーん素晴らしいですね、楽でしたよ、はい、だからね、うん、守備でも高橋さんがショートで私もね決してうまい方じゃないんですよ、もうとにかく毎試合毎試合ドキ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 してえって、でその時にいやそれでね、まあこの話あるんですよ、あのねあの OB になってイベント行くじゃないですか、はい、そしたら村瀬さんが投げてる時に、はい、ロッテの選手ガチガチなんですよ、ああなるほど、もうエラーしたら怒られる、なるほどなるほど、で私も山田さんが投げてる時にエースが投げてるからって言ってガチガチなんですよ、はい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 、そしたらエラーした瞬間にちょっと来いって言われて、お前なんか勘違いしてないか、お前のエラーぐらい計算してるから大丈夫や俺に任せとけ、その代わり俺よりも若いお前か若いピッチャーがお前エラーしたらこのピッチャーはお前傷つくの、緊張するのは俺じゃなくて若いピッチャーの時に緊張してこいって言われて、そうだすごい楽になったんですよ、なるほど気分が、いい言葉ですよね、そうそういう風に俺は声かけてもらったら、だから声かけられたら、いや1回ぐらいは稲瀬さんからほら稲瀬さん、俺はよく分かった、はい、バックを信用しちゃいけない俺のことで稲瀬さんの21球あるじゃないですか、あの時にあと前にやってる、ね、前にね、その前にやってますもんね、シーズンで優勝決定の時に阪神戦稲瀬さんが投げて2つやらしてるんよ、それから日本シリーズ行ってるから、レイナスさんが YouTube で出た時に、わしは分かったことがあった。バックを信用しちゃうから。俺のことやん。俺ね、全くね、逆の評価結構いただいたんですよ。あの、マスターズリーグだったんですよ。はい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 、はい。あの時に大阪とタイブレイクだったんですよ。はいはい、バッター田渕さんですよ、うん。キャッチャー立つかつじゃないですか。はい、パーッと内野見た瞬間に、あ、これはもうサードゴロしか打たしちゃダメ、あ、なるほど、で俺も足痛いの取ってくって投げたら、松丸、お前が足痛いって分かってるけどお前のところしかもう打たせられる高さん、逆っすね別に俺は俺の生き方してるだけで相手がどう思う、ね、俺は関係ないから今のエナスさんがね、これ言ったんでしょマスターズリーグの時にね、はい、高橋さんがね、おい、松、キャッチボールやろうか、だれてるわけですよ、おいってやってるわけですよ、どうしたんですか、今日、俺、ベンチや、池永さんが、俺、守備ダメだから、いらんないで行かせてもらって、ないから、ないから、はぁみたいな、なんか言いそう、言いそう、俺、今日、ないんだよ、池永さんが今日は守りで、いらんないでや、ね、ありません、でも言っていいとこ見てる。やっぱしね、みんなね、そういうところはね、正しい面してるね。もう肩を飛んでるからね、もうピンピンいってるし、もう高校時代肩壊してるから、全然いい肩、ね、全然投げれますよ、普通に今まだフォアスマンで俺、イップスあるし、イップス、イップスある、だから、オールスターでさ、守ってる、日米でもやんなかったっけ、あの、どっかで、平和台とかアメリカ来た時とか、うん、結構行きましたよ、で、はい、でもイップスあるからさ、大石なんか、こう言わ低くない投げてて、投げてるって大二郎が、うん、あ、引っかかったほらもっといくつになるやろ、お前のこと言ったらって、そんなやりとりやったんですね、うん、で、すっげえ怖い先輩がいたからさ、プロ入ってからいくつになったんで、もうこうやって腕振れなくなってもうガッチョーン状態、ガッチョーン投げるわけよ、手をパーンって振れるわけよ、したらさ、あの頃でもそうだけど、ちゃんと守備ってより広岡さんってすごい上手いね、教えるのは、なんで、そうやって手の使い方も教わったことないし、内緒の練習で数多くノック、キャンプ行ったら1時間半、個人ノック、1日おきに、な、取ってアウトにせ、そんな生活だったよ、俺はね、逆にね、ファーストに加藤秀さんいたんですよ。
見えなくなる。でね、普通はこう大きく構えてくるから見えなくなる。ピエさんね、こんなに構えるんですよ。これ皆さん言われますね。でやるんだけど、やるんですよ。やるけど、私の場合は伸びれよって思って投げてたんで、上に伸びてこいって言う。お前投げられるけど、俺普通投げてました。俺ヒレで来た時にちょっと待って、ちょっと待って、どこ行ったどこ行ったんだよ。なるやん。で、お前その後ブーマやろ。ブーマ、あ、いいね。ブーマこんなでかいからいいわけよ。どこでも取ってくれるんだよ。待って、ただね、ブーマって膝がちょっとずっと悪いんですよ。だからこうアップで一緒に行く時にね、こう話しかける時に、今日どうなの、大ちゃんコンディション膝はって言ったら、今日はちょっとあんまり良くないね、あ、今日はもう低め投げたら絶対に取れるな、情報をもらいながら全部やってきました。でも、ほんまファーストで恥で、もう前とで全く違うよな。で、ヒデさんで若い時上手かったんですけどね。あ、ヒデさん、ヒデさん、もうだってファーストぐらいなのに、上がった瞬間に下向いてどっか行ってますからね。丸カルに全部取らせてますから。はいはい、上がった瞬間に下向いてどっか行ってますからヒデさんの方が自分のファーストぐらい上がってるのに下向いてこうやって丸カルに歩いてきますからね。ボビーが一生懸命おかげでってずっとやったね。ヒデさん違いますみたいな。でね、ヒデさんにね、はい、今こうあるじゃないですか、はい、でやっぱもう年齢もいったんで、うん、言ったらね、ヒデさんに言うとね、パツ、もうまあ俺あんまり攻めるなよって結構今ね、LINE でも繋がってるし、なるほど、意外と友達いましたね。バッティングはさ、阪急でやる時もさ、ヒデさんのもうバッターがすごかったよ。すごかったんですよ、ね、福本さんから始まり、あと長池さんとかさ、タイプがみんな違ってね、はいはい、もう長池さんこうやってどこまで顎を乗せるんだこんなやったやろ。で、あの人に一番なんかいろいろ教わったのが、あの佐藤っていうね、あの、あ、日系の、いや違う、日系ブラジルの、あ、いたね、うん、左バッター、うん、で、途中どっかで飲み屋で喧嘩して、名刺名して、あったあった、先生に叩いたんですけどね、あったね、うん、で、ヒデさんはこうやろ、はい、白鳥の湖を、白鳥ものすごい飛ぶんよ、それがな。バッティング良かったですよね。インサイドはだから大谷がね、この間ほら膝ついてホームラン打ったじゃないですか、はいはいはい、あれ西京極で膝つきながらレフトのホームラン打ちましたから。あ、いや、ワンバン打ったりするな。そうで、インサイドはこうやってさ、はいはい、足ガニにしてこうやって私がね、一番プロに入ってスイッチやった時に、はい、そのスイッチやれって日本に帰ってきて言われた時に、誰を真似したらいいんだろうって分かんないから、うん、で、はい、福本さんと加藤さんがいて、いや、福本さんやったら高さんと同じなの。ああ、そうですね。だからヒデさんをターゲットにして、なるほどなるほど。で、あのネクストサークルからバッターボックスに入る歩き方とか、はいはいはい、バッターボックスの足を上げる佇まいとか定着したんですね。まるっきり完コピやったんですよ。はいはいはい。もう明日は加藤さんからもう朝バーン叩かれて、お前俺の真似するなって完コピですよ。完全なコピーですよ。ただ番号が10と48で違うだけですよ。あ、なるほどですね。で、ヒデさんのなんかあの動画を撮ろうと思った人が全部私を撮ってたっていう。ああ、間違ってね。間違って、こんなと同じなの。はい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 。もうせわしいですよね、あの人みたいな。でもすごいバッターよ。いや、すごいと思いますね、ヒデさん。当時はね、うん、石井のバットを使えたんですよ。あ、ジュン石井ね。ジュン石井のね。で、これがね、王さんとか長島と思っててね、阪急で使ったのがね、長池さんと加藤さんです。ああ、いいなと思って。お前、セントラル使われたんや。俺はもう、ジュン石井使ってた。え、使ってました。使ってた、最初。もったいな。それから水野になったから。水野やろ。そう、水野。阪急ってずるいよ、それで。阪急って、阪急ってもともと水野ない。もともと水野で、すっごい水野って阪急にすっごく手厚かったんで。いや、手厚かったんじゃなくて、あの頃のニューヨークはね、セ・パ、11球団全部ね、デサントなんですよ。で、阪急だけが水野だったんですよ。で、阪急っていうのは、やっぱり球団がすっごい水野スポーツに、本当に助けてもらったってことなんですよ。だから私が2軍の時にあの給料あるじゃないですか、はい、で、給料に必ず水野に1万円天引きってもらうんですよ。ほうほう、うん、で、毎月毎月って全部で12万じゃないですか、うん、はい、で、道具を自分で注文したやつをそこでこうやってサインして、うん、で、1年間で例えば自分が18万使ったら12万で6万赤字じゃないですか、うん、で、赤字で6って書かれてそこでサインして、それは来年持ち越しみたいな。で、阪急は必ずあのその水野のアドバイザーを野手2人、投手2人っていうのを必ずセットで、
で、すごかったよね、水野が阪急とやっぱしつながりが。じゃあ阪急はやっぱり水野のボールを使えた。水野のボール、水野のボール、あの日本酒で言ったらさ、打ったらびっくりしたもん、飛ぶ飛ぶ。あ、水野ですか。飛ぶ、俺たちナスやで。あナス、でもホークスとか飛んでない。世界、世界一で、世界一飛ばないボールナス。で、一番安いボールですよね。そう、岡田にはね、今監督に、岡田監督に。よしさんね、まだね、阪神はね、ナスのいいボール使ってたんですよ。で、カープ、ナスの一番安いボール使って、飛ばないんですよ、それだって。いや、ほんとね、ただ企画級よ。でも、ちゃんと枠に入ってんだよ。だけど飛ばない。飛ばない。で、枠あるやんか。あ、ありますね、この間がね。日本シリーズで阪急って、フリーバッテリーしてさ、こうやってさ、コーン打ったよ。スコーン抜けるんよ。飛ぶ、飛ぶ。これ、品質がいいから。水野って言われてましたよね。だから品質がいいから飛ぶわね、うん、でナスが悪いってわけじゃないよ、うんうん、でこう割ってこの枠で取ってるんで、今はほらあれになってもう全部練習にね、あの水野ね、水野になって決まってるけど、うん、でもあれがバラついてる時はすごかったよね、うん、飛び方が。そう、あのね、南海の時はね、ボール2つなんですよ、メーカーが。へぇー、阪急もよく、いや、阪急水野だけです。阪急噂が出たよ。何ですか。冷たいボールとあったかいボール。まあ、そんな絶対ないですよ。阪急そんな冷たいボールとあったかいボールなんてない。冷蔵庫、その噂がさ、冷蔵庫に入れてたとかさ、阪急がさ、で、ピッチャーがさ、こう、縫い目が違ったとかさ、要はそういう話が出るんや。だけど阪急はね、もう普通ですよ、僕普通ですよ。もう普通にこう、あのネット裏のところのすぐベンチの横に階段があって、ちょっとこう3段ぐらいの、そこにボールボーイがいて、そこにもう箱積んだら、もうそこでギュギュッと吸ってこうやってるだけなんで、まあ、考えたらそうだよな、うん、それがさ、そういう噂が出るぐらいさ、いかれますよね。あ、でもね、俺がもしそれ本当だったら、俺、どっかで喋ってますよ、高橋さん喋られてる。喋られてますよ。で、縫い目がいると入る、あの人とはいるって、こうなのか、こうなのかで違うって、だからピッチをもらって、こう見たとき、ボールを。大体ね、あの野球界でね、ボールをよく返す人はね、あのちょっとこう、汚れてるボールがいいですよ。ピッチャーで汚れてるボールの人と、まっさらがいい人がいるんですよ。だからエラさんが昔、あの日本ハムにいたときに、あの人はもう考えて汚してたんですよ。で、1球、バーン来た瞬間に、ちょっと黒かったんで、ボール変えてもらえますか、審判が、エラさんが、エラさんが、黒いのかって言われました。白です。白いです。中川さんもやる。いろいろ。若そう。で、その後にガーッとバックホームラン、あのバックスクリーンにホームラン打って、サードベース回ってきたら、皆さんがトコトコと来て、また何か言われるなと思ったら、大したやっちゃな、すいませんって言って。私が。すごい。こうやって構えて1球目、ドーン来て黒いから、すいません、ちょっとボール変えてくれますかって言ったら、審判が、えらっとって言ったら、私ともガーッと言って、黒いか、白いです。そこ言え、黒いですよ、絶対見えや。で、その後にバッチリホームランですからね。まあ、それ大したもん、中川さんのもは三球三振終わったな。あの石峰がそうやったんですよ。もう石峰がね、もう完璧なスターにね、もう遊ばれてました、ね、10打数9三振。それまたボール、ボール、ボール、フォアボールあるか、トントントン、終わりですよ。石峰、ピクーって終わりですよ。あんな大打者がですね。すごい。もう石峰は全く打てなかったですよ。で、最後に打ったのはカーブが来て、こうやってやってキャッチャーぐらい。全部三振、ボール、ボール、ボールです。ノースリーから行くんですか、石峰に。でも阪急ってさ、すっごいこう面白いところがあって、ね、うん、まあ、その冷蔵庫事件、はいはい、で今井優ちゃんの酒事件、あ、酒事件、ね、あ、これはもう有名どころです、有名どころです。その時いた、いや、田舎で有名どころです。だよね、あのそれだけじゃないですよ、もっとありますもん。ちょっと教えて。いや、だからね、僕はちょうど1軍じゃなくて2軍の最後の年の時に、あの西宮球場である時にこう試合見に行くじゃないですか、うん、あ、試合見に行くってこう、あれがあるじゃないですか、ね、チャットが、うん、チャートがあるじゃないですか、ね、ピッチャーとバッターの、うん、あれをこう持っていくかかりの、ね、うん、電子バトな、はい、で、そうパッとこう、準備しようと思ってこう壁にこう貼るじゃないですか、うん、で、行ったらね、お、松、いいとこ来た、そこの多聞亭に行って1000円ぶったら分かるから、何のことかなってバーッと思って、すいません、あの誰々さんから1000円ぶって言ってるんですけど、焼酎がキューッと入る1000円分、えっと思って、焼酎と思って、それも得じゃないですか。で、試合中にこうやって運んでいってるんですよ。それからタタタタタタチュチュチュッと飲んでるよ、試合中に、みたいな。ほんとマジみたいな。もうなんか伝説の人ですよね。だって、いや、これは今井さんじゃないんですよ。あ、違うんですか。違う方なんですよ。いや、俺たちの昔はいたかもしれないな。あの、ゲーターレードというものがあるじゃないですか。はい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 、はい、あの、ゲーターバーボンが入ってるんですよ。
った人もいるやろ、なんか。なんですか？ロッカーでフライって帰ったって。あ、うちのチームは、あの試合交代で選手交代したら、もうあのフライってみんな帰る、通常です。あ、そうですか。はい。あのベンチにいても仕方がないの。で、あの交代されるってことはボロ負けしてる時じゃないですか。はいはいはい。だからその上田さんは当時この悪いイメージを残してずっと一緒に行って気分転換できないから、もう早く帰れって言ってよく返してくれました。私初めて若い時に交代になったんですよ。でも先輩みんなもうフライって帰ってるじゃないですか、はい、いや若い俺は帰れないと思って、あのこう西宮球場 あの後ろのベンチにこうやって座ってて、上田監督がこう新しいこう若い選手使うじゃないですか、はいはい、テストで、はい、でバーッと、やっぱりまだこいつは使えるのかな、なあ松、お前なんでこうなのお前、払おう、何のために交代させたと思ってんだって怒られました。逆に帰らなかった。なるほど。だからオープン戦でも、お役御免になって帰ったらみんなもうタクシー乗ってボンボン帰ってました。へえ。だから今みたいにせあの変わったのに選手が全員いるっていうのがちょっと私の中でうーんっていう。カープは帰ってなかった。カープいたんですか。カープはいた。もう半旗はもうみんな帰ってましたよ、フロアに。カープはいた。だからベンチの中にはもう本当もうあの試合のボロ負けしてる時はもう選手が本当もう10人ぐらいしかいました。何人になりますよ。でさ、半旗初めて半旗のロッカー行って、なんかオールスターかなんか、はい、ったらさ、小上がりが、はい、小上がりが畳が、あで小石を置いたとかトランプを置いたとか、ここで何してるんや阪急の人たちと思ったもん。あ結構ね、なんかあの花札とか点々点々だいたい球場ないよそのとこは。そうでしょうね。俺今でもすっげー印象に残って、畳があって全部あって、いや野球場にこれトランプ、小石、将棋もありますか、ね、将棋もあったよ。いつするのって思う。いや、やってるんですか。やってますよ。試合中やった人もいたって。やってます試合中に。試合中ですね。投手がもう投げない人が来てきても全部やってます。試合見ながらこうやって。だからね、よっしゃー、来い来い来い。だからね、阪急、こうなんだろう、ほんとプロ野球、今まで違うプロ野球を見た感じがするよね。あとプロ野球選手の、はいはい、要は俺たちは腕一本で生きてるっていう感じの。だってコーチもやってますもん、一緒にここで。うちひどかったの、シーズン中、小畑さんがね、監督が。あ、言ってましたよね、一緒に選手とやってたってね。やってで、こう小畑さんと、小畑さんで言う強い監督が、はい、コンコン、コンコン、コンコン、いやいや、ついて、コンコン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 、ちょっと待って、点々とピンピンになってるに、点々のやつこういくやん、たらピンピンがついてくやつだったら、点々、ちょっと待って、ちょっと待って、あのやりとりがめっちゃ面白いよな。あのね、駆け引きやっぱり面白い。だからね、あの全部駆け引きなんですよ。でね、あの昔のあの阪急っていうのは遠征行くじゃないですか、品川とかに、はい、東京泊まった時に、あの狭いで2部屋を借り切って、そこの敷居を取ってジャンタク8台置いてあるんですよ。あ、でもあったね、ジャンタク8台、8台を置いて、8台すごいですね。ほぼほぼやってますよ。でそれが今度は6台だったんですよ、はい、だから6台だったら今まで8台じゃないですか、はい、で今度はね6台はねもう取り合いっこなんですよ。そしたらね行くじゃないですか、はい、行ったらねバーってやったらね、あれパイプないぞ1個、うん、後から来た先輩がね、おい俺が持ってるからできねえよ、お前らどけっつって、って言って、おいやるぞって、もう自分たちのとこ1個パイプ持ってってるんですよ、できないように。まあね、そういう知恵だけはすごかったですよ。すごいっすね。一杯抜いてるんですよ、使えないように。でもそういう時代よね。まあ本当にそうですね。幼い芸人じゃん、幼いかな。で、点々やってるやん、でこうポーカーだったら点々やん、こうやってずーっと絞るやん、いい手に来るんですよ、はいはい、こう、顔を噛んで、あいつ、はいはい、バレるのね。じゃあ、バレないように顔一緒で、逆にバレるのね。やるわけ、お前何無理してるんだよ。あのね、麻雀でもね、やっぱよく出るんですよ。あのある人がリーチでかけるとね、ピッチャーの人がね、
綺麗あれ決断力でだからピッチングに影響するんじゃないかよとかって結構言われるんですよ。なるほど。でも出るかもしれない。でこうやってねバッて言ってねバーンとったらねお前コースの読み間違ってるよ今ほらお前アウトコースだから今インコースだよアウトっつってだからなんだろうそういう時代昭和のですね勝負してるのが全部野球につながってるんですよ。そうね人を見たりね人を見たりとか状況とかねこう心理を読んだりとかっていうの結構ね、うん、面白いですよね。今はね選手今はもうあの映画やろ映画ネットフリックスやろ。高橋さんね聞きたかったのがカープってミーティングやってました。やってたよ。やってました、うん、その試合前とかやってた。俺はこうしたけど阪急全くやらないですよ。あの移動した時にあのバスで流れてるだけ。あーで、あのホームでの時はあのテレビの上にモニターがあってそこに流れてるから見るやつは見とけなーって打てるところです。今みたいにみんな集めてこれはこうあれはこうあれはこうなんてそんななかったですよ。やっぱり、ね、みんなできる選手だ。そうみんな自分たちやってきてるんで。なるほど。で自分も頭入ってるから、うん、俺はミーティングセットにこうやってさここに癖が出てるってわけ、はいはい、押したら打てないと思うね。こうやって、耳塞いで俺、オリックスの時なんだ。俺、ミーティング出てませんよ。でも、ミーティングってンこう技術的にあるからね、やっぱ俺、ほとんど出なかったです。で、ね、阪急ってね、アンダースローとね近鉄のね、高柳とかね、柳田さんが結構苦手だったんですよ。へぇー、こいつはすごい一生懸命勉強してやってるんですよ。で私、ミーティング出ないじゃないですか。ミーティング出たやつが全然打てないですよ。俺一人パンパンパンって3本ぐらい打ってるじゃないですか。ミーティングで何やってんのって話ですよ。人のこと考えてやれよそういうことですよ。だから、スコアラーっていうのは頼ってもいいけど、みんな集めて言うもんじゃないですよ。なるほど。だから私もいつも言うのがデータって今いろいろ野球あるじゃないですか、うん、データを信じきる人は薄いんですよ。深みがないですよ。なるほどですね。だから要は技術やもんな。そうだから俺阪神行ったでしょ、うん、ヤクルト野村 ID って言われて、はいはい、イチローがインコースインハイ言われたでしょ、清原インハイ言われたでしょ、はい、私も実はこう言われたんですよ。おー、だけどそんな情報がこんな新聞出るって思ってるじゃないですか。あ、まあ確かにですね。3割8分出してもらいました。おーチーム打率。おー、だからそこはもう考え方ですよ本当に。で、出たからってさ、そこ投げれるピッチャー何人よ。だから私、パッて行った時にここに何人投げれるの、3球投げれる、投げたら投げてごらんなさいっていう感じで、うん、そこだよな。だから面白いのは情報ってさ、うん、すごいこういう球、ここが勝負球って言うけど、じゃあその通りくれゃいいけど、それ人間がやってるからだから面白いんだな、うん、それをどうやって言っていくかって、うん、あとはそれを生かして技術的にどうやって生かすかっていう、うん、技術がないやつがさ一生懸命聞いてもダメだよね。ゴルフの人がマネジメントするって言うけど、あれはね、力があった人がやるんですよ。よし、俺右行くぞって、左行っかけた。意味ないですからね。まあ、そうでしょうね。だったらパターンもどうか、最初から。だからね、俺、95年の時に、王さん監督になった時ですから、ね。はいはいはい。吉岡さんがコーチで。嘘、あのね、はいはい、開幕セーブだったんですよ、はい。でね、紅白戦からオープン戦からね、ファーストストライク全部見送ったんですよ、はい、意図的に、はい、で、各体現のファーストストライクをドーンとセンター前ヒット打ってね、はい、ランナーセカンド行った時にね、はい、前監督の辻さんにね、あつはファーストストライク打たないってデータなんだよねってからでしょうねで、2打席目は全く打ってないボールをガーンとレフト前ヒット打ったら、はい、ピッチャーもうわけわかんなくなる。そうなりますよね。データ崩すの簡単ですよ。あすごいよ本当データやね。データなんか簡単あんなにね、踊らされてる人がわからない。一度も気になったんだけど、なんで気になるんだろう、うん、一回ドーンと当たればいいじゃんかって投げてきたの。この性格を皆まで言うな。だから友達いらないですよ皆まで言うな友達いらっしゃるみたいでいやね、前ね、その頃山田さんにエラーのやつで結構言われたじゃないですか、はい、でイベント行ったらね、堀内さんが投げたんですよ。堀内さんがね、はい、で投げて、私16年か17年ぐらいね、ずっとこうサードでこう試合出てるんですよ。で、プッて出したんですよ。堀内さんと、松って言われた瞬間に寄っていって、はい、V9 のエースが何言ってんですかこんな若造のエラー、カバーできるなの先輩じゃないですか、お願いしますよって言って、それからですよ、すごい堀内さんと仲良くなったね。ああ、なるほどですね、まあ、今なんかもう堀内さんと電話で話してたりします。あ、俺意外と友達いたんだ。友達いますよね結構いるんじゃって、ね、そういうことですよね。結構俺の方が少なかったりして、いやだから本当ね、面白かった。そういうね、もういろんなね、こう後々役立ちましたね。
今回 YouTube で一つ言おうと思ったのが、はい、あの事件あったでしょ、大盛りの。ああ、盆西事件、ね、はい、あれ、藤本盛ってたでしょ。実はあれ違うんですよ。止めたら私なんですよ。俺が高橋さん止めてるんですよ。俺横の部屋にいたんですよ。で、着替えたんですよ。はい、そしたらね、ブワーッと来てね、森がね、私、来てください、来てください、どうしたって言ったらね、喧嘩ですって言ったら、何がって、パッて見たらね、ここにね、網目のネットがあって、はいはい、ファンが通ってるんですよ。はい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 、そこでやってるじゃないですか。はいはい、俺が高橋さんに、ダメですよ、ファン見てますよ、ファン見てますよって、俺が押したんですよ。はいはい、なるほど。ほんで、森君、怪我してますから。これはね、ちょっと訂正しようと思って。あ、なるほど、これはあとね、大野さんがね、俺が全部あの福岡ドームで教えたんですよ。そう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 、あれね、俺途中でね、あのこんなピッチャーいたじゃないですか、カープに。ああ、山の内、はいはい、俺、あれからホームラン打って、はい、親子方面で7回ぐらいにベンチぐらい行ったんですよ。はい、そしたら西田が歩いてきてね、はいはい、お前のところ、お前、大野さんはって言い出したから、はい、何の話したのね、はい、高橋さんと水谷さんと達川さんが、これは仲が悪くて有名じゃんかって言ってるの。っていう話を聞いて、ってなって、それで大野さん来た時に、大野さん、3人の方ってあんまり仲があったら、え、何かあったって言ったら、いや、なかったら、仲悪いんですかって話になって、ちょっとあったら、いや、実は高橋さんとっていう流れなんですよ。なるほど、なるほど。これまた繋がりましたね。そうなんですよ。だから、行った時にね、もうこうついてましたもん、こう靴跡。そうそう。わしやけん、わしやけんっていう言葉を聞いたんですよ。で、パーッと間に入って、高橋さん、ダメですよ、ファン見てますよ。で、だーっと後ろに見合って、高橋さん、電車待ってください、もうファン見てますよ。やるのらーって、どんどん事細かに繋がっていきますよね。俺が行った時にね、てめえこの野郎って言ってたんですよ。で、通ってるから、これやばいなと思って、高橋さん、ダメですよ、ファン見てますよ。それで、向こうとかの藤本監督が向こう側でこう止めてたり、そうそうそう。で、森はこう怪我してる。で、お前どうしたかと思って。監督にはさ、藤本、こんな藤本、ほら、止めんなーって思ったから。あれね、あれ中には言ったんですか、あの、ボーリシがね、走塁に出てこなかったんですよ。そうですね。それで高橋さんが、おい、ボー、ボーって言ったら、ボーリシがもうベンチの奥の方に、なんで出てこないんだよ。僕、一部回も数えたんですよ。もういいですって言うんですよね。一番悪いのは高橋さんでも、達川さんでもないんですよ。29人は押した方からダメなんですよ。そうですね。で、一番最初に言います。間違いないってことですよね。そうです。間違いなかったらこんなのなかったです。仲のいい先輩後輩でいたんですよ。ま、そうあったらしいね、なんか聞いたらね。そうですね。そうです。達川さんそれ言われてる。だから原因は違うんですよ。本当は一番作った原因はこうじゃないですよ。そうですね。でもね、正直言っていい。はい。そんな仲悪くはない、達川さん。ああ。揉めてても、そこまでじゃないよ。一番悪いのは北村プロだから。聞いた中で、ね、エラーしたらね、ショートまで行ったっつって来てはいないけど、もう2人がもう加藤博和さん亡くなったけど、阪神戦さ、もうずっとペーが投げてるんでさ、俺、ショートでーショートでーショートって言ったら、俺もう意識するやん。なりますよね。で、特に守備なんか上手くないのによ、輪をかけディス、またドッキドキしてるし、ドッキドキしてエラーしてほら見てろ、やった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 、ショートでーってもうこっちもそういう意味でやってんじゃないのにってなるわけよ。でもそういう風に見られますもんね。見られる。で、一回ペーとはさ、何年か体今悪いんだけど、トークショーできる企画があって、してやったやん。それもう普通だったやん。その時に、ペーなんかいろんな話をした時に、こいつごっついき強いなと思ったのか。あの時に。言ってましたもんね。あ、さすが、さすが二人がこう、もう張ってたなって感じするマジで。向こうも俺いし。本当は仲が悪い人はあんまりいないんですか。いないね。どうなんですか、向こうが先なんですか、高橋さんが先なんですか。大体吉彦さんです。ああ、先がずっと今検証していくと違うんだって言えないことはあるから言えないこともある。私はね、どちらかというと相手側が先なんですよ。あ、私、阪急の時にショートにいた方知ってます、はい、大橋さん。いや、違います。ショート、あ、夢岡、うん、ユミ、あそこもうスタートのポジションに行った時にダダーッと最後行って足でこう線引いてここまで来なさいって。これまた面白い。あ、ありました。効力は思ってなかったんですよ、はい、で、なぜかったらね、草野仁さんって方、はいはい、アナウンサー、あの方 NHK に一番最初に就職して、はい、一番最初の特集を渡したんですよ、阪急の時に、はい、その時にグループの中にいて、はい、今日はちょっと松坂さんの取材で一日ちょっといろいろと迷惑かけると思いますけど、もしよかったら盛り上げてくださいって言った瞬間に、はい、なんでやって言ったらしいんですよ。で、それを後々聞いたんですよ、はいはい、あ、協力してくれなかったんや、じゃあ俺もしないよね。ああ、なるほどね。正義いた、はい、売られたら買いますよ。
で、パーッと寄っていって、線さーっと引いて、ここまで来いよ、みたいな。だから、ユニオームあの抜いた時には、もう話しかけないで、ユニオームの時は仕方ない。もうチームプレーでやる限り。っていうのはありましたね。人間性やな。だからこう、もう、やられて、向こうから来たらもうやりますから、自分はっきり言ってきないです。これがな、このな、ヒット数に現れてるんで。そうそうそう。1904本止まりないよ。1826本止まり、ここない。もうちょい大人だったらよかったよ。いやでも全然後悔ないですよ。シュウさんが後悔なしですか。あんまりないですね。もうちょっと人間的に良くなっておけばよかったなって、後輩の時にはいろいろアドバイスしてます。自分の人生を振り返って、まあ、それがあるやったらやってないですよ。でも今が一番楽しいよ、ほら、はい、正直言って、はいはい、だから俺も言うけど、今年の目標は辰川さんとペイとのコラボなんよ、はいはい、で辰川さんはもう終わったよ、ね、でペイが元気になってもらうと困るよ。そうですね、マジでコラボ好きなんですね。コラボね、あんまり好きじゃないですか。コラボしたらいつも俺謝ってる。謝り審査です。すいません、あの時ね、もう一つね、あのね、福岡ドームでね、さらね、寄ってきてね、あつ、やっていいかあいつって来たんですよ。やってもいいですけど、責任取らなきゃいけないですよ。やめた方が良くないですか。乙女になったってこと。いや、基本的には、はい、敵対してる人は絶対言わないですよ、こんなこと、はいはいはい、じゃなくて、普通にいる人には、もうこれはもうやっぱもうダメなもんだから、うん、私、だから意外と自分で喧嘩するってことないんで、うん、で高橋さんにはこう2回ぐらい止めたことあります。おー、なんか俺がすごく喧嘩っぽいこと。いや、だってそうでしょ、名前出しましょうか。俺、外国人言ってるから。いや、外国人ではない。あ、外国知ってますよ。外国人だって、あれね、あれでもね、ちょっとね、きっかけ作ったのもあるよ。だってね、やっちゃなもん。そうですよね。だってひどいよ。外国人だったんだ。覚えてないの。そうでしょ。ああ、でね、灰皿は蹴りまくってね、はい、もう3つくらいの灰皿を蹴りまくるわ、投げるわ、はい、暴れ発着でした。そうですよね、暴れ発着。みんな言われますもんね。記憶にございません。それないらしいんですよ。いや、ギガ数が少ないんだよ、これ。俺ギガ数が少ないんで、もうね、消していかないと。本当結構ありましたよ。そうですね、いろいろね、松坂先生にご迷惑かけてるんですよ。いや、だって野球だけじゃないですもん。あ、そうでしょ。他にもあるんですよ、もう言えないですけど。阪急のさ、筑紫郎だっけ。誰ですか。阪急の球場の横にあった筑紫郎じゃなくて筑紫、店があったの、飯屋。今日阪急西宮に飲み屋があったの。飲み屋筑紫園。筑紫園知らない。分かってないです。な、行ったことないから。福本さんと言ってるから。ああ、福本さん一瞬その話かと思ってドキッとして。ああ、そうよ。そうですね。あ、まだね、まだまだね、叩いたの。皆まで言うな。言うな。もうずっと俺は、ね、どちらかというとね、一緒に東京の宿で一緒だったじゃないですか、はい、やっぱずっと一人でした。ちょっと褒めてない。ずっと一人。単独コーデ。単独ですもんね。だから私は、あ、やっぱりね、単独コーデで行くべきだと思って。私そう、なんでそう。私は単独コーデしたくなかったけど、見て、あ、単独コーデがいいんだ。勉強になりますよね。勉強になりましたよ。あの試合のね、バス乗る時の歩き方と終わった後の歩き方、歩き切っちゃいますからね。違いますよね。飛び跳ねてますからね。だーんだーんだーん。さすがよく見られてる。言っていい。もうね、それ終わった。もうね、試合よりはやっぱもうね、出ていく時がすごい、すごいアフターゲームのがもうねのが大事だったんですよ、ね、もう輝いてた。誰よりも先に出てきますもんね、早く。だけど昔の人早いっすよ。あ、やっぱそうですか。大隈さんいたでしょ。うん、大隈さんいた、ね、うん、こう、品川プリンスつくじゃないですか、うん、私まだこうペーペーの時に、うん、で、バーッとこうバスがついて降りていって、バーッと私らが一番最後にこう降りていって、こうバスから降りて荷物を取って行こうかなと思ったら、お先ってもう出てきますからね。ああ、気持ちはわかる。風呂入って、いや風呂入ってるんですよ、ちゃんと。気持ちはわかる。早かったですよ、ものの10分かかってないですよ。ああ、でね、どんだけ早いのかと思ってね、横浜球場でオープン戦だったんですよ、うん、で、入ったから見たらね、チャ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 終わりですよ。本当に、でも洗ってるんですよ、全部。あの人は早い。高橋もこの感じ早かった。時間がもったいないもん。だからね、俺最近のピッチクロックってあるよ。
ピッチクロック、あれはすごいいいなと思って。あれはいいと思いました。あれはもっと守ってて早く終わらないかなと思って、神宮とさ行ったらそこ、早く終わる、早く、何にお前、長いよ。昔早かったですもんね。早かった。あの阪急もね、あの中日からピッチャー来た松本幸綱さんって方なんで。やったよ、これ。やったよ、それ中日戦。俺、試合やったよ。1時間40分。そうでしょ。だってさ、キャッチがバン投げた。取りながらさ、あの、ね、取りながらこう。そう。あのこう行って、一歩前出たら、こう下がりながら取って、そのままそれで投げるからね。で、すごいですよね。で、相手がロッテ水谷さんの場合、はい、もう取ったら、もうシューッと、シューッてくるから。阪急先発松本、ロッテ水谷、あ、今日1時間50分で終わるな、もう計算できましたもんね。本当に言われてますもんね、よく。だってファール打ってこんななんで8秒なんかあったら大ごとする。8秒で多分あの人ね、5秒ぐらいで投げてますよ。 あれでも逆に取られるの、ピッチクロックを早いと構えない。あ、バッターが構えなきゃ。そう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 、バッター構えないといけないですから。いや、でも昔なんか野球界なんかバッター構えるなんかないじゃないですか。ないですね。俺もう、俺なんかこうやって若いとこういったらピッチャーも振りかぶってから、もうそれに合わせてこういくしかないんだよ。で、タイムタイムって言ったら、いや、あんな感じ。そう。もうね、最初の3年目、4年ぐらいはね、もうバッターボックスでね、新人がタイムかけたらもうアウトですよ。で、だそうだ、インサイドバーン投げて、睨むことも東大阪からね、打ったんですよ。で、こうホームランこう行くじゃないですか。先輩が、おい、夏、気をつけとけよ、ここはって言うんですよ。何のことかなと思って、いきなりキューンって来ました。え、マジなんや。いやもうね、昔のね、もうパリーグでもね、あれテレビ放送あったらあんなことできないですよ。あ、そうでしょうね。もう怖かったですもん。審判も審判で、俺が村田だ、俺が村田だって審判って普通黙っていかない感じに、若いやつが来たら、入らんかよ、入らんよって審判が、選手に入らんかよ。ウエスタンなんかさ、塁審がさ、カーン、壁ファールやん、バーッとだ、飛べ、ホームラン。審判にもあんま文句言わなかったですよ。面白かったね、審判でしたのが。まあ、やっぱりね、お互い様っていう関係性でしたよね。でね、面白かったのがね、石峰がね、あのキャッチャーでやってる時にね、関口っていうのが同級生いたの、うんうん、で、あのカーブ要求したんですよ、石峰が。そしたら、曲がると思ってピュッてやった瞬間にドーンってストレートが審判当たって、てめえもね、あのわざとやってんのかとかって審判が石峰に遅れ始めて、サインミスで。で、こう今こうキャッチャーがこうやって文句言うじゃないですか。でね、審判もね、やっぱね、ジャッジした瞬間が分かるんですよ。だから審判がね、ボーラーからね、前向いとけ、後ろ向くな、後ろ向くな、前向いとけって言うんですよ。キャッチャーに。後ろ向いたら自分のミスジャッジが分かるんですよ。前向いとけ、前向いて僕へ、前向いて、前向いて僕へって言って。絶対振り向くな、審判は。それサード守ってて聞こえるんですよ。聞こえますよね。前見とけ、前見て僕へって。でも、本物なんだよね。本当に昔。いで、説得するのもすごいですよ。ボール、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 阪神、一枚だけ。もうこれ分だけボールをつって。本当に。だって、面白いさ、それ失敗してボールってやん。あの、ストライクってやん、ボールを。次さ、今度一枚の時にさ、その新聞がさ、こう、バッターの方でこう、本当に完璧にあのストライク。バッボールってキャッチャー、そうですよね。あのね、お返しは必ずあったんですよ。ああ、やっぱりそうですよね。もう、本当、文句言わないからお返しがあったんですよ。そうそう。キャッチャーも、バーンストライクのように、ボールそうだと思います。キャッチャーもね、そこら辺は分かってるから、やっぱりね、昔の選手はあんまり文句言わなかったですよね。そうだよね。審判になったりしなかったですよ。で、あの流れ知ってるんですよ。はいはい、ボール、大丈夫っていうのこの流れ知ってるんで。だから福本さんは、ストライクって言われたら、ってこう、バン、いっぱいこう言って、だからまず、ボン、ストライクって言ったら退場ってすぐやるから、ストライクって言ったら一回、って言ってから、でやったら必ず言われないから。なるほど。福本さんも結構そういうことアドバイスくれました。だから俺たちって審判の癖はよく気をつけてた。見ましたね。この人は低めが好きとか、外が好きとか。で、富澤さんって人がいて、で、それさ、あの人アメリカの学校行ってるな。で、タイムお願いしますって言うやん。ただ、ノーノーノーこれ英語かノー苦
苦手なピッチャーと審判の組み合わせってありました。あら、うん、あら、やっぱし俺ね、林って言うんですよ。林さんで審判、うん、ピッチャー西田君いたね。もうこれをセットになった時、うわぁ、今日はダメ、今日はダメ、何がダメって、インロールここら辺のボールを全部取られるんですよ。なるほど。やっぱね、ここだけ投げるピッチャーもいたよね、コントロール。コントロールやっぱりいいんですよね、うん、で、林さんって兄弟いなかった？名字が違う審判で藤本さんと、だから藤本さんと小寺ね、小寺さん、あ、誰か小寺さん、うん、だから審判もみんな面白かったよ。あの、先頭だったら福井さん、福井さんね、はいはいはい、アウト、こっちのね、これね、あ、今全部いいんだけど、ね、外外で持ってるんですね、はいはいはい、僕言うなお前優しいんやけどね。俺審判結構喋ってましたよ昔、ね、キャッチャーにお前やんこと言うなら黙って打ち台出せないとか全部聞こえてましたもんね。山本文さんって、うん、ボーンってよしごめん手上げた、手上げた、あげた、あった、あった、手上げたから、手上げたから、ちょっと早くな、ごめんごめんあったね、ボールってあったね。だから、そんなのさ、返してくれるよね。そう、まあそうでしょうね。今の審判はかわいそう。もうきっちり見なきゃいけないんで、これやられるから、うん、大変ですよね。リクエスト、そうですね。ねえ、今の審判大変だよね。あの、久保さんって言ったよ。久保さんね、はい、久保さんは、ストライクゾーンはちょっとアバウトだった。久保さんか、今日ってストライクゾーンアバウトだな。これで、塁審やるんだ、めっちゃうまい。あの、盗塁した時の、この入るね、この入る見方が、はいはい、久保さんめっちゃうまい。そういう、こう、特徴があったよ、みんな。なるほど。あのね、空から入る人は大体ね、出身ダメなんですよ。ああ。あのね、パリーグの久保田さん。あ、久保田さん。ノブのフォークボール、名古屋球場で、ワンバウンドして、ワンバウンドして来て、こうやってキャッチャーこう取ったら、スライクアウトって、いや、ワンバウンドですよ。いや、キャッチャーこうで取ったんだ。いや、ワンバウンドですよ。こうで取ったんだ。見えてなかったですね。いや、見えてないですよ、だから。なるほど。びっくりした。ここでワンバウンドしてって、ポンと来たやつはストライクですからね、これ。それが三振して、その犬も三三振ですよ。あ、でもね、いや、なんだろう、心配、心配ですって、やっぱ面白かった。本当でね、昔山田さんが投げてる時にね、俺サード守ってるじゃないですか、なんかあの間違い探しじゃないんだけど違和感が感じるんですよ、はい、なんかなと思って山田さんがこう言っていった瞬間にヘルメットどうしたのって、心配ヘルメットかぶってないんですよ。マスク、マスク、マスク、あ、マスク、俺よう顔見えるなと思ったんですよ。なるほど、なるほど。岡田さんって人、そうそう、あったよね。あれパールチップ着てこくと大変ですよね、うん、結構ね、審判の人たちもやっぱ面白かった。審判も面白かったね。いや、あのヤジもちょっと今みたいなちょっとあんなヤジじゃないですもんね。いや、だって反響ヤジじゃん。何倍、うーん、よし行こう、昨日飲み上げるダチョウね、もうそんなのガラガラ声がさ、よう聞こえるんよ、お客さんいないから。そう、いないからね、反響ヤジで、広島さんなんだ。で、マジ、いや、マジクスッと笑うんやつ、クスッと笑ってしまう、ね、選手がね、ちょっと笑うんですよ。そうですよね、本当に。それで、よーしってな、この人と思うな、手をしてるよ ね、 あのね、昔ね、西武球場でね、はい、あの阪急のね、中学生ぐらいでね、3人女の子がいたんですよ、はい、阪急ファンの、はい、西武球場でね、はい、一番こう三塁側のとこいるじゃないですか、はい、バッター清原だった時に、はい、清原の歌を替え歌歌うんですよ。まあ歌えないけど、はい、見せられないからね、はいはいはい、そしたらね、もうおかしくて、こうやって笑ったら塁審が、まず笑うなよって、あなたって笑ってんじゃなくて、あれもうヒットだよね女の子が言うからまた良かったんですよ。なるほどね、すごかったですよ。だからそういうちょっとユニークさがやっぱ昔ありましたよね。今みたいにちょっと、ね、でも今広島よくあの選手とあの、うん、あのファンが喧嘩してましたもん、ね、喧嘩してましたよね。すぐそこやもん、外国人 ね、 ね、すぐそこだもんだって、ね、マジで俺もよく言うんですよ、吉さんもね。まあだから今ヤジってこうあんまりないやん、うるさいね。だからあんまりヤジると出されるから、私でひどかったもんね。そうですよね、いろいろあったね。でやっぱりこう家族が来てる時だけはこうお願いして、今日は嫁と子供来てるからちょっとヤジはって言ったら、あ、分かったっていう、やっぱ言わなかったんですよ。そういうのもあった。なるほど。今やったら多分やかましい、そんなの関係あるかってなると思うところが、昔はもうその相手の応援団がこれ今日はちょっと
嫁さんと子供来てるからとか、じゃあ今日はもう押さえときます。で、何も変わらなかったりね。逆に集中すごいなって、今日は嫁さん来てるらしいね。行ったのかって。ちょっとね、あのね、感動して喧嘩するとかなかったですよ。そうですよね。おかしい。言い合いね、なんかこう、面白くやって、楽しくやってましたよね。掛け合いで。最後、必ず落ちくるから。あ、違う、ね、近鉄とのやじってる時にガーッとお互いにお前とかどうたらこうたらって言った時に、うち5位と6位だったんですよ、はいはい、もう一番最下位の争いはやっぱりもうやめようよとか言うのさ、俺らが答えるんですよ、俺らが答えるんですよ。ベベタ同士の争いやめようや。で、大阪球場なんか行くとね、何回でやるじゃないですか、はい、で、こう守ってるんですよ。で、今井雄太郎投げるじゃないですか、はいはい、で、投げたらね、南海ファンがね、今井雄太郎の顔見てね、お前の顔は頑固寿司って言うじゃないですか、はいはいはい、で、頑固寿司似てるじゃないですか、はいはいはい、俺守ってね、こうやってピッチャー投げて、こうやって真上見たらね、頑固寿司の看板が思いっきりあるんですよ。あるよね、頑固寿司が思いっきり。もうね、そういうね、ちょっとね、こうウエットに飛んだね、ヤジが結構多かったんですよ。あの、山沖出てきた時はね、奥さん宝塚でしょ。だから山沖を嫁さん男役とかね、なんかいろいろ。なるほど、なるほど。もう加藤さんなんかね、アホの加藤さん、ね。いや、本当そんなイメージだったよ。で、それをね、選手がね、怒らないですよ。で、ヒデさんがね、面白かったのがね、アホの加藤、打てば三振、守ればエラー、後ろ姿はボケの花って言うんですよ。アホってね、アホの加藤って合わそうですよ。ヒデさんも、ね、もう最後の方、もうステップ合わせるんですよ。いや、ヒデさん、なかなか面白い人だなと思った。そう、怖いかなと思ったけど、そういう一面見た時に、あ、ヒデさん可愛いなと思いましたよ。ヒデさん真面目やもんな。真面目すっごい真面目。カーフェルさ、病気になってた。そうでしょ、まず、ちょっとね、あの、照れくさい、だよね、ヒデさん。ものすごく、この間もね、一日お世話しましたよ。あのね、朝、鼻噛んだんですよ、こうしたら粘膜が弱くて鼻血出たら、夕方まで鼻血止まらなかったんですよ。嘘、本当ですよ。でイベント終わってすぐ大阪帰って鼻焼いてもらって止まったらしいんですけど、はいはいはい、それも血液サラサラの薬に塗ったらしいんですよ。あ、余計に。あ、そういうことですね、はい、あれティッシュ突っ込んでるからね。そうそれやってもダメなんですよ。ここで、ここね、うどこ押さえる。いや、あの、上向きたら下向いた方がいいです。あ、下向いた方がいいね。ヒデさん上向いてたんですよ。下向いて、ヒデ上向いたら血液がなかったら、はいはい、逆にこう気持ち悪くなるんで、はいはい、こうした方がいいですよって言ったら、よし、知ってんだよ、お前。いや、だから子供にいいですよ。何鼻血毎日出してると思います。しょっちゅう鼻血ですよ。なんで出すんかな。で、うちほら、あの仕事終わって帰ってきた時、夫婦でこういるじゃないですか、はい、子供たちが、まあまあって聞いたら、何どうしたのって言ったら、真っ赤ですよ。俺たちの話と違うんだな。全然違うんですよ、まあ、もう真っ暗からもう全部違う。もう高橋さんの話はね、違う話やね。血湧き踊るやつですね。そうまあね、もうね、本当ね、めっちゃ楽しいっすよね。いや、高橋さんはね、やっぱね、もう昔からね、こんな感じの人。あ、まあそうですね。でね、やっぱ俺ほら、もう喧嘩もしたことないし、ないね。で、ガッていうこともなかったし、ないな。やっぱほら、一番最初のもうスイッチあった人なんで、だからもうある程度のところまでスイッチの人は私も認めてるんですよ、なんかね、俺ね、やっぱり俺のカチンってくるとこあるんや。あ、やっぱ何型？大型のだから、それ以外はなんともないからな、もうね。ただ、ね、そのスイッチ入った瞬間、ちょっとどういうことなんですか。でも気分、いや気分じゃない。なんかね、なんだろう、あるよね。まあ、よくみんなカープの後輩の方とか、ちょっと人と違うところにスイッチがあると、あ、困りますよね。私はね、AB なんですよ。あー、で、AB でね、ちょうど小早川がカープで新人を取った時に、うん、キャッチャー藤田出たじゃないですか。うん、いたね、ね、うん、あれが新人を取ったんですよ。一個年下なんですよ、で、俺ロッカー行くと横なんで、いつも、あ、まっちゃんおはよう、まっちゃんおはようとか、おはようおはようって、まっちゃんまっちゃんって、おはようおはようって言うんですよ。ある時、まっちゃんだったんですよ。てめえ誰に言ってんだよね、あの年上じゃないかと、えって顔しますもんね。いや、あの時なんで怒ったんですかって言ったら、いやごめん、キモかな。10回ぐらいね、あ、まっちゃんおはよう、まっちゃんおはよう、それは赤いやろ。そう、だからダメなんですよ。それは赤いやろ。ダメなんですよ。だからね、藤田がいつもね、あ、まっちゃんおはよう、まっちゃんおはよう、って今まで A 型がずーっと出て、ね、その日だけ B 型が出て、ほんとある時パッて言ったらね、まっちゃんおはようからさ、バックパン、まっちゃんおはよう、なんやこらお前、え、
すいません、マサさん、いや。で、その次の日に、言った次の日に、あまちゃんって言ったら、おはようって。普通ですよ。たまにそういう瞬間が若い時ありましたね。何にもないのに、自分の気分ですよ。月一来てんじゃないですか、それ。月一。いやいやいや。あのね、月一でもないですよ。あれ、いつ来るか分かんないですけど、なるほど。でも、連続することないですからね。はいはいはい、たまにね、プチッて来る時あるんですよ。AB たるもんかな。 AB たるもんですよ。でも AB も B も面白いからね、人は。うん、いや面白いですよ映画で。まあみんな気づかせると言うんだけど、これってそれで言うんやけど、みんなすると面白いんですよ。そうそうそう、まあ、そうですね、統計学ですよね。そうそう、昔に、ね、西田がね、はい、スタージリーグの時にね、球場でシャワー見に行く時にね、バーって行ったら入ってたんですよ。で、開いたら言ってねーって言ったら、おーっつってカーテンがダーッて、まず入っていいぞーって水ぶっぱなしですよ。だから、おい西田、お前 B 型やろって言ったらね、なんで分かったって、B 型って絶対閉めれんだよお前歯磨き粉もお前蓋したらそのままだろ、次のやつから。B 型でも、いろんな B 型おるけどね。でもカープの B 型おかしいよ、榊原と西田。もうね、俺ら外部から聞いてる人間はね、話が噛み合ってないでしょ。全く会話してない。ね、で、最後はまとまるんだよ。どうやってまとまるんやもん。その二人は、うん、その二人は変わってる、やっぱり特別の B やから。特別ですね。すごかった。この二人は特 B やから。あの、B 型の人が怒るぐらいね、B 型の人がそこまで言っちゃう。あの二人の会話聞いた時にね、もうね、こっちは A の話してる、こっちは B の話してる、全然噛み合ってないのに、最後はね、まとまるってですね。こいつらすげえなと思って、逆にね。知らんけどとしてはね。知らんけど。知らんけど。阪急で言ったらね、豊造と別府みたいなもん。あれ、豊造とあれもなんだよ。山盛りね。うん。いやもう、あのね、豊造もそんな。いや、豊造とね、別府っていうのはね、うん、宮崎と鹿児島でね、同じ九州だ、ね、別府とキャッチャーの子やろ。そう。同じ九州なのに、会話しててね、何言ってるか分かんない。あそこ二人は。なるほど。全く何言ってるか分かんない。宮崎は宮崎と、あの、鹿児島の大隅。そしたら分からんよ。この二人が会話するときにね、俺同じ九州なのに、まだ何人って聞いたぐらい。外国人に聞こえる。特に鹿児島弁で喋られたら。うちね、ほら、今鹿児島でしょ。うん、はいはいはい、うちの妻鹿児島でしょ。はいはい、義理の父が。鹿児島だ。そう。興奮してね、話したらね。俺ずーっと聞いてて、最後にね、うちのやつにね、今なんて言ったって。通訳が言うぐらい。秋田と一緒。秋田弁と一緒。ちょっと似てるね、青森とか秋田は。秋田弁もうちのお袋方秋田の。実はおばあちゃんがさ、ずっと、よしいこ、よしいこって、秋田弁ばーっしゃべって。秋田弁もよしいこはよしいこなのお前。そこ、変わりようがないやん。どこ変えるんや。あのね、じゃあ、沖縄はね、サブローっていうのはサンダーゴアって言うんだよ。で、最後ね、サンダーゴア、サンダーゴアって時に、サンダーバードがどうしたんだろうと思ったのね。サブローちゃんってサインを書いてくださいって言われたの。あ、なるほど。サンダーゴア、サンダーゴア。あ、秋田弁も。なんかないですか。いや、じゃあ鹿児島も変わらんやろ。鹿児島変わる時あるよね、名前が。で、うん、マジでこう、ずっと喋る、うん、うんしか言わないしか言えないわけよ。で、鹿児島、あの、仙台で、あのキャンパってしたらさ、やっぱ鹿児島の人すっごいよくしてくれるんよ、仙台の人が。したらさ、その言葉がめっちゃ面白いんだけど、うん、覚えたいと思うけど忘れるんよね。そうですね。難しいね。うん、俺もう6年いるけど、もう親子の会話になった時には、6年いるもん。もうこの状態です。6年。何覚えた？してるもんで。え？何覚えた？いや何も覚えてないけど、アクセント。ジャッとよ。アクセントしかないかな。ですです。でした。でした。ですです。今の若い子ってね、あんまりね、あんまりつかないですよ。そういう言葉 の方言を。あ、どっちかって知らないですよ。なるほど。だけど、アクセントは変わらないから、でしたですですで、沖縄だからさ、と一緒だね。そういうアクセントが違うんだ。あの、石峰がさっさってついたのが、さーって言いますもんね。うん、あれがね、初めてね、昔実際にだったんですよ、うん、った、ね、で実際で1月8日から始まった時にね、雪降ってきたんですよ、うん、沖縄雪見たことないんですよ。でパッと止まって雪よ雪よ、で俺は止まったからぶつかるじゃないですか、お前何やってんだよと。雪だよ雪だから何なんだよ雪雪だよ雪が乗ったってで、それでなんかね、その
やつから走ってる時に、なんかね、方言でね、チューサスハって言ったんですよ。あ、なんて言ったのって言ったらね、今日寒いっていう、チューヒッサーさ、あーで、今日暑いわって、チューアチサッサ、それでサッ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 って、なるほど、それでですね、サッ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 。で、小学校6年まで、あのアメリカだから、あ、まあそうですね、あ、そうね、そう、だから君が代を歌えないの、今季行ける時に、私こう一緒になる時に、君がで終わりですから、そこしかしない。パスポートがいた頃だもんね。言われてましたもんね。で、お金はドルだし。うん。アニアさんが一番イチゴやった。そう、うん、そうか、アニアさんか。うん。そういう話。大石彌太郎さんは違うもんね。あの人は今、沖縄にいるけど。違うんじゃないか、大石彌太郎さんは。ね、違うんですよね。うん、今、なんか、沖縄のなんか物産店じゃないか、お土産屋さんかなんか。あ、本当に。なんか、ドラゴンフルーツ。なんか有名やもんね。全然これ読んでないよ、どうなってるの、必要なかったよ、野球の詳しいこと聞こうと思ったけど、こんだけ松永さん、余りましたけど ですね、私この毎週月曜日ね、あの鹿児島のタレントの野口拓郎ってことをやってるんですよ、うん、だからね、あのうちの周りがね、台本はって言ったら、うん、ないない、もうあの始まる前からの話のその流れで入っちゃうからみたいな、うん、まあ、ほとんどだもんね。そうですよね。まあ野球はいらないですもんね。まあいらないね。まああのポイントポイントはね、あ、こんなこと聞きたいのはいいかもしれないけど、そうですね、なんとなくこう話してたらそこにたどり着いちゃいますもんね。楽しかったですね。ね、あっという間に。楽しみ。2時間近くですよ。だからね、カップしたことなかったですよ。あ、でも俺もそうよ。カップですか？で、初めてさ、うん、カップ作ってる時に、うん、痛かったでしょ。うん。で、ここが擦れるのに痛いでしょ、うん、もう、あの、あれ、どちらですか、このカップのこれをカバーを外すはつけるは外すは俺、外すはそうじゃないと、そう痛いここがこう、周りのゴムがこう、邪魔になるそうですよね、で、ゴムしてすぐいいでしょ、このままで、アメリカ人ってさ、カップ用のサポーターあるよ、あれ、中に貼ってやる、知ってる、あ、そうそう、中にね、パンツ、俺たちパンツの上パンツの上からだもんね、で、外国人みたいなそのまま、そのまま、お尻がそのまま、そのまま出てて、この手をわっと歩いてるわけ、こいつどういう考え方してるって、で、その方がいいもんね、そうそう、はいはい、で、大きさ違うからな、あ、まあ、そう、大きさが違う、まあ、当然そうでしょうね、レオンなんか見たからいや、昔ね、刑事とかしてます、反響で、刑事って黒人の選手だったんですよ、で、風呂入った時にね、あ、ゴミがあると思ってね、お湯でね、シャーってやったらね、あっちって言われた、それ、絶対に痛いでしょ、あ、ゴミがある。でも、プライベートでいろんなことあったよね、そのカップのこともなんか、あれなかったら大事だよな。そうですよね。チーンってもなかった、チーンってもあれね、こう当たると痛くないですよ、はい、こう来たら、こう来たら痛いですよ。そうですよね。あれ、だからキャッチャーの技だな。藤田は、あ、中島だったか、今おいくつ、はいはいはい、監督、あれが下から突き上げてきて、ベンチ帰って戻しました。で、あの阪神行った時にピッチャーいたんですよ、はい、で、広島戦ですよ、投げたらピッチャーがどないなくて、ほんでそのままもう短歌で病院まで何もしてなかった、そう、だからピッチャーもしてる人としてない人してなかったんですよ、ほんで次にね、大丈夫かって、ね、新幹線でね、ホームでね、えらい足に入ってるんですよ、うん、当たったら痛いかな、あー、なるほどこうやって大丈夫ったら見たらわかります。大丈夫です。こんな立ってますから、ね、新幹線のホームで、お前らしい色を広げてんだみたいな。面白い。でも野球だけはやっぱそこから離れないよね。やっぱ本当に。そうですよ、うん、まあ。いろんなことあったね。ありましたね。まああのね、まああのね、あのオールスターじゃないですか。はいはい、一番最初にね、あのね、団子持ち帰りだったの高橋さんですよ。昔あったやろな、団子持ち帰り、マジで、あの勝ち負けパ・リーグは強かったんですよ、はいはい、強かったですよね、ね、おじさん、高橋さんがさ、松、あのさ、勝って負けたらさ、100-0じゃん、はい、だから2人でさ、共同組んでさ、はい、勝ったらあの6で負けたら4とさ、失敗しないって、おいいっすね、あれ
カリームが強いな騙されちゃったですよねあれゼロなんよな、まさかそう、まあだけどね、ああいうのはね、であとね、まあセントラルスともね、意外とね、競争してましたよね、あの高木豊さんとか、はい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 、結構やってました、あのいいワンシーズンの、打率が上か下かやってました、なるほどなるほど、毎年やってましたよ、4年ぐらいやってました。マイク中田さんとやってたじゃないですか。まっすぐ投げるってしたら、まっすぐ来る来るって分かったら打てなくなっちゃった。打てなくなっちゃった。マジで。意外とね。マジで。で、俺はまっすぐ待ちなんだけど、それまでまっすぐケッと合わせてるやんか。でもそれでも中では合わしに行くから、で、まっすぐしか投げないって言いないし、投げろって言ったんですよ。分かりました。まっすぐ投げますって言ったら、打たなくなってさ、できんで。そう。あのね、これね、俺もあったんですよ。あの大英行った時にね、はい、あの一回ほらちょっとモサモサってきた野村がいるでしょ。野村あの清原の時に出てきたモサモサモサですよ。これひげがボタボタの、あ、いたね、いた野村いないでしょ、うんうん、いたいた、ね、うん、ちょっといろいろ話題になった、うんうん、2年か3年ぐらい、あー、わかりました、ね、はいはいはい、あれが、はいはい、あのグリーンスタジアムでまっすぐしか行きませんよ。あー、分かってたら前にとか止まるばっかりですよ。なるほどな、ね、不思議なもんで前に全然止まらない、分かってて、力向けね、はいはいはい、やっぱそういうのあるんですね。あります、あります。まあ面白かった面白かった。ちょっと喋りたいんですけど、またね、福岡とか来られたりはされないんですか。あ、ありますよ。あります。で、もともと今はどこですか。福岡。福岡です。福岡の、あ、じゃあこの間、あの、瀬戸山さん来たんで福岡で、まあ、瀬戸山さん、うん、なんかお店やってるんでしょ、うん、違いましたっけ。やってないよ、俺は。あ、違うんですか。うん、東京。あ、東京やってるんですか、うん、そう、まあ、東京もちょっといろいろ行くことがある。あ、福岡ですね。春からやな、ね、来たら。それで、あの、うちのスタジオと室内練習場作ってますんで。あ、そうですか。はい、ぜひ。そこでちょっと野球理論行きましょうか。そこでですね、グリーンバックでこう話していただいてですね、あ、高さん、これはなんでこう始めたんですか。これなんか、あの、左の五木ひろしみたいな感じしますか。五木ひろしみたいな。やめろこれは何ですか。これは方言、okay、 分かった。何、先屈者じゃないですか、うん、WBC のこれ、はあ、これでしょ。なるほど、これでしょ。すごいね、高橋さん。40年先を見据えてこれやってたんですか。頭痛いわ , 笑いすぎてでしょ。ヌートバーやってましたね。ここに下ろしてから、でも右はやってないですよね。右やってない。右はここらへんでしたもんね。左の時はこうやってやってましたもんね。あれ24本ね、あれね、よく当たりましたよね。いやでも、ね、また、じゃあ、ぜひですね、あの、基本的には本当、あの、スイッチの方とやると楽しいんですよ、まあ、だから前回もスイッチで行ったんですよ。で、それ以外のコラボの人はほとんど、すいません。うん、ぜひ、はい、またまたですね、高橋さん、ありがとうございました。野球の話しましょう、うん、今度野球の話しよう。高橋さんがどうやって守備をやってるのかちょっと興味があって、そんな感じで、はい、すいません、ほんまね、そのゴールデングラブ取ってるやつってさ、結構やめなやつが多いよ。多いですね。まあ、なんか偉いかどうか知らないけど、やっぱりな、嬉しいですもんね。そんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。締めるな。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録といいねとコメントをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。